さあ始まりましたモビリティ業界スペシャルトーク、進行を務めますフリーアナウンサーの河野千秋と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ本日はですね、いつもとちょっと違ってゆるっとした雰囲気でリラックスして緊張感なくお届けしたいと思います。というわけで皆さん、そんな雰囲気の中よろしくお願いいたします。お願いします。たくさんゲストをお迎えしております。本日ですが、先輩たちの半生に触れるをコンセプトに総勢13名の女性社員の方にお越しいただきました。モビリティ業界で働くとはについて掘り下げてまいります。そしてこの時間は若手社員を徹底解明、あの会社で何してるをお送りしていきます。では改めて今回お付き合いいただく5人の方紹介してまいります。まずはいすゞ自動車から永田さんです。さあ永田さん、簡単にですが、はい、今の業務内容と、そうですね、今ハマっている休日の過ごし方、ぜひ教えてください。はい、私はいすゞ自動車の XEV システム開発部というところに所属してます、永田と申します。私今主にやってる業務が LFEV という小型の電気トラックの企画開発をしております。で、休日の過ごし方ですね、うん、結構私野球が好きで、横浜 DeNA ベイスターズの大ファンなので、よく横浜スタジアムに行って野球を見に行ってます。今 DeNA 調子どうですか？結構いいです。あ、いいですね。じゃあちょっと今日も気合い入れていきましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ続いてお隣です。スバルから渡辺さんです。はい、スバルから来ました渡辺里と申します。コネクティッドシステム開発第一課から来ました。普段の業務は、アウトバックとかレボーグとかにも載ってるインフォテイメントシステムっていうところの、まあ、車とスマートフォンをこう結ぶところの、ソフトウェアの設計をしています。で、最近ハマっている休日の過ごし方は、はい、友達とドライブとかした後にのんびり近くの温泉でゆったりした時間を過ごすことにハマってます。あ、いいですね。どの辺が好きですか、温泉？こう暑い湯から出てこう涼しい空気に当たる時間が好きです。あの整う瞬間みたいなことですか？はい、はい、よろしくお願いします。さあ続いてお隣です。ダイハツ工業から神谷さんです。はい、ダイハツ工業国内企画部宣伝室の神谷美咲と申します。今の業務内容は自分の担当している車種の広告宣伝業務でして、まあ、例えばテレビ CM の制作でしたり、ウェブ広告の出稿というところが主な業務になっております。最近ハマっている、休日の過ごし方は、結構インドア派なのでオンラインゲームをしたりですとか、あとは1年前からあのヤモリを飼い始めまして、はい、西アフリカトカゲモドキという種類のヤモリを飼っていてその子を観察するのが最近のハマっている過ごし方です。ちなみに名前はつけてるんですか？はい、タルちゃんというメスのかわいい、メスのタルちゃん、メスのタルちゃんを眺めています。じゃあそんな神谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてお隣です。日野自動車から立花さんです。はい、日野自動車の立花真知子と申します。2019年新卒入社しました。今は小型トラックデュトロですねの車両計画というグループに所属しております。全体のレイアウトを工期だったりとかお客様ニーズに合わせて決めていく仕事をしています。休日の過ごし方は最近はゴルフを始めました。あとはお酒が好きなんで、もう週7で飲んでゴルフをやって過ごしてます。お願いします。よろしくお願いします。あのゴルフはちなみに腕前はいかほどですか？もうまだ本コースもデビューしてないんですけど、これからですね。これからです。ドライバーはまだ全然飛びません。頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。それではお隣行きましょう。マツダから佐々木さんです。はい、マツダ株式会社の佐々木梨紗子と申します。統合制御システム開発本部というところにおります。業務内容は、モデルベース開発の効率化というところをやってまして、何か物を作っているというよりは開発手法を開発しているというちょっと不思議なことをしています。はい、休日の過ごし方ですね、最近は友人が YouTube の動画のアップロード始めまして、それの動画編集をお手伝いしています。すごいインドアです。よろしくお願いします。お願いします。あの出る方は初めてっていうか、じゃあこれ YouTube デビューじゃないですか？ YouTube デビューですじゃあ佐々木さん、よろしくお願いします。
ね、皆さんいろんな楽しい休日を過ごしていらっしゃるんだなと思いましたが、さあこの5名の皆さんといろいろお話ししていきたいと思います。早速本題に移っていきますが、このパートのトークテーマご紹介します。こちらです。2つご用意しました。潜入若手社員の仕事現場、そして先輩就活体験記、この2つでお送りしていきます。早速1つ目のトークテーマこちらです。潜入若手社員の仕事現場ということで、まあ、皆さんモビリティ業界なので、モビリティというまあ最終的な製品自体はね、もちろんいろんなところで見かけるんですけれども、じゃあ若手の方は中で何をしているんだということで、今回は普段の雰囲気が分かるようなお写真を持ってきていただいています。まず1人目、永田さんから見ていきましょうか。永田さん、こちらです。はい、はい、さあどんなシーンなのか簡単に教えていただけますか。そうですね、左の写真が私の働いてる建物の1階のラウンジ的なところで、はい、まあ、ここでたまに友達と一緒に座ってお昼ご飯食べたりだとか、うん、まあ、ちょっと終わり際にここのちょっと写真には入ってないんですけど、はい、カフェスペースみたいな、なんかフラペチーノみたいな飲み物売ってるところがあって、うん、はい、そこで飲み物買って飲んだりとかしてる、うん、まあ言うならば仕事スペースというよりかこう休憩するスペースでたまにいる場所ですね。うんうんうん、こう割と永田さん使われるんですか。いや、たまにですいつもは自分の席とか食堂でお昼食べることが多いんで、友達とタイミング合えば行くって感じですね。友達ってあの社内のということですか。そうですね、同期に女の子いて、その子と行くことが多いですね。いいですね。ちなみにお隣、右側はどんなお写真ですか。右側が会議室でして、まあ、いつもちょっと自分の席で仕事するんですけど、ちょっとそっちの写真写せなかったので、次によくいるかなっていう会議室を撮りました。はい、ちなみにあの写せなかったということなんですが、ご自身のこうデスク周りはどんな感じなんですか。ああ、比較的私のところはただ机がポンってあるだけで、特別あの見せちゃまずいものはないんですけど、他の方の机にこう CAD 端末っていう 3D 図面作るディスプレイとか映ってるんで、はい、ちょっと写真撮っちゃダメって。あ、なるほど、ちょっと業務内容がね、はい、分かってしまうということで、はい、今あの CAD みたいなお名前出ましたけれども、はい、どうでしょう、業務で永田さんがよく使ってるツールとか、なんかこうソフトみたいなものってあるんですか。あ、私自身ちょっとまだ2年目で、うんうん、あんまそういうのまだやってないんですけど、先輩は CAD を使ったり、あとは、うん、まあ、電気自動車なんでバッテリーの劣化をシミュレーションするようなツールを使ったりとかはしてますね。それはもうその個人のデスクでできるようなものなんですか。そうですね、うん、基本的にそのパソコン1台あれば机でポンってできるような、うん、じゃ あの永田さんの愛用してる仕事道具何かあれば。私の愛用、あの可愛いペンとかでもいいです。あ、本当ですかあ、けど最近愛用してるっていうと、あのたまに車を見に行くことがあるんで、はい、その時に車の中覗き込めるように懐中電灯みたいなのを最近よく使って、そめちゃくちゃ怪しくないその車を見に行くっていうのはやっぱりこう研究でというか他社のも見たいなみたいなことなんですか。というよりかは、うん、あの開発段階で何個かテスト車っていうのを作るんですけど、うんうんうん、まあそれどんな感じでできてるかなって見に行ったりだとか、まあ、テスト段階だとうまく動かないとかあるんで、そういった時になんで動かないのかなっていうのを原因見に行ったりとか、うんうん、っていう時に、まあ、実車のとこまで行って、まあ、暗いとこ懐中電灯照らしながらなんかちゃんとコネクターつながってるかなとかで見るんで、そういった時に使ってますね。これちなみに他の方々その懐中電灯で車の中覗くはあるあるですかないです。だから永田さんが普通みたいな感じで言うのでこれどうなのかなと思ってちなみにあのテスト車とかそういう言葉っていうのは皆さんも聞いてもやっぱりなるほどなって感じなんですか。共通言語はねたくさんありそうですよね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。あと永田さんもう一つ聞きたいのが、はい、あの初任給で買ったものをぜひ教えていただきたいです。今2年目いらっしゃいますよ ね、 ね、覚えてますか。ボーナスではちょっと高めのドライヤーを買ったんですけど、初任給は特に買いはしなかったんですけど、うん、まあ、なんか友達と遊びに行った時とかに前よりメニューのお金とか気にせず食べたいもの食べれてちょっと大人になったなと思って幸せですよね。ありがとうございます、はい、それではお隣渡辺さんのお写真見ていきましょう。スバル渡辺さんのお写真こちらです。はい、これはどんな写真なのかまずご説明いただけますか。はい、左の写真は普段私が、うん、業務している場所で1日の 90% ぐらいずっとここにいるっていう場所になります。はい、
で、お隣右側はどうですか？はい、右側は社内にあるちょっとしたカフェスペースで、うん、こう今私が飲んでるのが抹茶の飲み物なんですけど、はい、まあ、そういう甘い飲み物とかを飲みながらちょっと休息できるような場所になってます。お隣は女性写ってらっしゃいますけど、はい、同僚の方ですか？はい、同期の女の子で、うん、隣の部署なんですけど、まあね、業務が似たようなことしてるので一緒に業務することが多くて仲良くしてます。おー、これ 90% はこちらあの左側のデスクで お仕事されてるということなんですが、どうでしょう、はい、部署って何人くらいいらっしゃるんですか？部署、部でいうと700人ぐらいいまして、うん、はい、私普段いるのが群馬県の太田市っていうところでの仕事してるんですけど、うん、はい、まあ、三鷹の方にも同じ部のメンバーがいたりして、はい、本当に幅広くやってる部になりますね。それ渡辺さんの業務としては1日の例えばスケジュールってどんな感じなんですか？はい、スケジュールはまあ、日によるんですけど、はい、まあ、基本的にはこの机で、まあ、会議だったりの仕事をするなんですけど、うん、まあ、たまにそのテストコースに行ってこう実写を確認しながらこう仕様を決めるとか、うん、作った仕様がちゃんと動いてるかなとか、そういうテストしに行ったりすることもありますね。ありがとうございます。今渡辺さん、こうつながるみたいなことを研究されてるっておっしゃってましたよね、うん、はい、それってスマートフォンと車がこうつながっていくみたいな、今流行りのこうケースって言われてるうちの一つですよね、はい、そうですね、その 最先端の研究ですよね。あ、もうまさにそうだと思います、うん、私がこうやってるのが Apple の CarPlay とか Android の、はい、Google の Android Auto とか、うん、もうそういう本当にもうソフトウェア界の大御所みたいな方々と一緒に仕事をしてさせていただいてるっていうのが結構自分にとってはやりがいですかね。ということは割とそのスバル内部の人じゃなくて、うん、そういう社外のソフトウェアの会社の方とお仕事することが多い？そう、うん、半々だなと思ってて、うん、その外部の会社の方と仕事をして、まあ、要件だったりっていうのをもらってそれを社内と調整していくっていうのが主な仕事ですね。なるほど。そんな中でこう楽しいな、やりがい感じるなって思う時ってどんな時ですか？なんか自分が検討してたものが実際物になって出てくるとすごいやりがい感じますね、うん、そのものっていうのは具体的に教えていただいてもいいですか？はい、まあ、ソフトなので、うん、こういろいろ作っていく中で最終的にこう市場に出るものっていうのが、まあ、1回市場に出る前に手元に来るんですけど、まあ、それを実際目の前でこう実物見る時ですね。お、なるほど。やっぱこうものづくりの醍醐味を感じますよね。そこにも。そうですね、うん、ありがとうございます。じゃあ渡辺さんにも同じ質問したいんですけど、初任給とか、まあ、ボーナスでもいいです、初ボーナスや初任給で買ったもの、はい、何か思い出のあることありますか？はい、友達と行った沖縄旅行ですかね。お初めて自分で稼いだお金で旅行に行くっていうのが初めてだったので、うん、はい、すごい思い出に残ってます。なんかこう一番の思い出って何ですか、沖縄の？あ、ちなみに私来週くらいに行くんでちょっと聞いてみたい。思い出、やっぱりそのドライブが好きなので、はい、そのすごい海が綺麗な橋を音楽を聴くかけて走るっていうのがすごい楽しかったです。それまさに渡辺さんのお仕事ですよね。はい、まさにそうですね、うん、それちょっと友達にこうその車乗りながらこういうことやってんだよなんて自慢したりも正直しましたよね。あ、正直しました。まあやっぱりそうやってこう友達だったりとか周りの人に誇れる仕事っていうのはすごくやりがいがあるんだろうなっていうふうに私も思います。もう一つ聞いていいですか？はい、新人時代やっぱり結構大変だったと思うんですけど、何か一つ思い出をぜひ教えてください。新人時代の思い出、うん、そうですね、今3年目ですけれども、はい、新人時代の思い出、新人、あ、そうですね、私たちの会社は入社して1年目にこう工場に実習に行くっていうのが、もしかしたら皆さんありました？みんなうなずいてる。あるなんですね。あるんですけど、やっぱりその肉体労働っていうのできついっていう中にも、うん、まあ、その現場の方との交流だったりそういうのを、はい、まあ、肌で間近で感じることができたっていうのは思い出深い出来事でしたね、うん、やっぱりそういうダイナミックな現場を見られるっていうのはなかなかこう配属されると意外とないものなんですね。ないですね、うん、やっぱりその自分はデスクワークが多くて、まあ、行ってもテストコースでこう実写見るぐらいなので、うんうん、はい、すごい貴重な経験でしたね、うん、はい、ありがとうございます。では次行きましょう。お隣神谷さんです。神谷さんの写真こちらです、はい、
はい、説明していただけますか。はい、左側がですね、会社の近くのフリースペースなんですけども、うん、私日本橋で仕事をしてまして、こういう開けたスペースでたまにこう横にあるスターバックスでコーヒー買って飲んだりとかと昼食べたりとかしてますね。はい、で右側は、これは私のデスクではないんですけども、会社の上の方の階にですねフリースペースがありまして、まあ、ご飯を食べたり仕事をしたりみんな好きなように使っているスペースなんですけど、こういうふうにあのブースになっているところもあるので、私結構資料を作る仕事が多いので、パワーポイントをガッと作ったりとか、エクセルの仕事をこう進めたいっていう時はこういうブースに入って仕事をすることがあります。はい、こう割とこう気分転換にいろんなところで仕事できるっていうイメージですかね。そうですね、自分のデスク以外にも、うん、はい、いろんなところで仕事します。うん、あの神谷さんは皆さんと他の皆さんと違ってこう文系職種というか、はい、今宣伝部にいらっしゃるんですよね。そういった中でこうそもそも1日っていうのはどんなスケジュールで動いてるんですか。そうですね、ほぼほぼデスクワークなんですけども、うん、まず朝はミーティングがあって、そのチームのメンバーと、今の仕事の進捗どうですかっていうのを共有します。はい、でまあ、その後は、関わる会社がですね、広告代理店さんが結構多いんですけども、うんうん、広告代理店さんと打ち合わせをしたりとか、いただいたプレゼン内容を室内で検討したりとかっていうのをこう一日でやっていってるっていう感じですかね。はいはい、あの実際に手掛けた例えば CM だったりとか広告だったりってどういうものがあるんですか。ぜひあの具体名をお願いします。いいですか。はい、私あの初めてテレビ CM を作ったのが、うん、ムーブキャンバスという車種で、はい、当時は高畑充希さんが出ていらっしゃって、うん、その後はタントですね、うん、タントとあとはタントファンクロスっていうあの去年出た車も担当していましたので、うん、テレビ CM で言ったら私多分入社してから10本ぐらい作ってるような気がしますね。はい、それあの神谷さんはどういう立場で関わっていくんですか。やっぱりダイハツ社員として、うん、車の見せ方とか車の機能の良さを知ってるのは、うんうん、あの自分たちだっていうあの立ち位置なので、はい、例えば車のこの角度から撮ったら一番かっこいいんだとか、今回の車のこういう色の輝きを見せたいんだとか、そういうことを代理店さんにお願いして形にしていってもらうっていうような役割ですかね。なるほど、はい、そこでも結構チームワークが大切ですよね。そうですね、関わる方々が本当に多いので、うん、一本の CM でも、そんな中でじゃあこうやりがいとか醍醐味って言われたらどんなところですか。やっぱりあれですね、テレビで流れた時かなと思いますね。あの友達が見たよって言ってリアクションくれたりですとか、あとは SNS で自分の車担当している車を検索するといろんな意見が見えれたりもするので、自分の仕事に直接知らない人がこうフィードバックをしているっていうのを見ると、まあ、良くも悪くもあのすごくやりがいを感じます。うん、まあ、いわゆるこうエゴサーチみたいなこともして、ちゃんとその自分が作ったものとか自分の会社のに対してどういうあの反応があるかっていうのをチェックするわけです。はい、見てます。うん、まあ、ちなみにあの神谷さん、こう自分が作った CM 流れた時どんなリアクションなんですか。まあ、やっぱり一人暮らしなんで一人で出させてます。あの家だとお母さんお母さんってなりますよ。実家帰った時、実家帰ったらあちょこれこれ流れてる流れてるって言って、いや、やっぱ嬉しいですよね。はい、そこはやりがい感じますね。ありがとうございます。はい、ではお隣いきましょうか。日野自動車立花さんのお写真こちらです。はい、はい、これは2人とも立花さんですよね。そうなんです。はい、まず右側から教えてください。あ、左側から教えてください。左側はですね、あの私採用ページの社員紹介のページにも載ってて、今あの公開されてるんですけど、あの自分のデスク周りがあんまり映えないんで、ちょっと映える建屋借りて、はい、あの仕事してる風を撮ったのが左側で、ちょっとよそ行きの、ちょっと待ってください、あの普段の写真をお願いしたのよそ行きということですよそ行きの写真なんですけどちなみにあの後ろにこうぼんやり写ってるのは何なんですか。あの設計図みたいなのかな、どこで撮ったんですか。これ談話室で撮りましたね。うんうん、そうなんです、談話スペースで撮って、はい、初めて足を踏み入れたぐらいの場所言っちゃった採用ページには今これが載ってる。あ、そう、これが載ってるんですけど、右側が現実ですね。あ、なるほど、分かりやすいですね右側も素敵ですけれども、右側は自席ですか。あ、そうです、自席で、うん、隣のモニターが CAD のパソコンで、うん、とあのメールとかのチェックはノートパソコンでやってます。うん、ちょっとパーテーション越しで反射しちゃってるんですけど、自席周りですね。はい、橘さんはどうですか、そのチームワークで言うと何人くらいのチームで働いてらっしゃるんですか。私のチーム15人ですね。うんうん、
で今小型トラックの車両計画っていうふうにおっしゃってたんですが、はい、具体的にはどういうことをするんですか？車両計画はですね、うん、まずお客様ニーズだとか法規に適合してるかとかっていうのを踏まえて分かりやすく言うと燃料タンクどこに置こうかなとかバッテリーどこに置こうかなとかっていう車両のレイアウトを計画するんですね。でトラックって平ボデとかバンとか皆さんが引っ越しに使うような想像しやすいやつの他にも、うん、ゴミ収集車だったりとか高所作業車だったりとか、はい、上物が変わると、うん、下側のうち私たちが出荷する販売する車の車種側のレイアウトも変えないとどうにも成り立たないですってなっちゃうんですよね、はい、なんでゴミ収集車の上物を作る仮想メーカーさんもお客様なので、うん、お客様とも仮想メーカーともやり取りしてどうやったら一つの車として売れますかっていうところをすり合わせをしたりだとか、それを持ち帰ってきて社内で設計にじゃあ燃料タンク屋さんは何をしたらいいのかとかバッテリー屋さんは何をしたらいいのかっていうのを持ち帰って一つの車にしていくっていうのを計画しているグループになります。面白いですね。確かにすいません、私トラックって言われたらね、もういわゆる引っ越しトラックみたいなね、荷をこう乗せられるようなトラックしか思い浮かばなかったので、そうですね、そういう意味ではレイアウトを変えると例えばその操作性がいいとか、まあ、燃費の良さもはじめそのどうやって組み立てられるかとか工期が違ったりとか。そうですそうですそうです。使われ方も高所作業車だと人が乗って上に伸びていきますよね、はいはい、重心があんまり高いところにあるとこう転んじゃったりとかっていうのを気にされたりとか、あとは重いものを乗せる車だと足回りのこうタイヤのキャパだとかもしっかりしなきゃいけないよねとかで、パッと見同じように見えるキャブがついてフレームがあってっていう出荷形態は同じように見えるんですけど、実は各仮想ごとに最適なレイアウトにできるようにちょっとずつ違うんですよね。どんどん聞きたくなってしまうのでちょっと話変えましょうか。その中で今楽しいなって思う時ってどういう時ですか？仕事でですか、はい、今楽しいなって感じたのは最近独り立ちっていうか、一人で今まではなんかこのレイアウトに関わるんでちょっと上のとも相談しないと私一人じゃ決めらんないなと思って、逐一グループに持ち帰ってきてはどうしましょうどうしましょうって言ってたんですけど、そんな時間もなくなってきちゃったってのもあるんですけど、独り立ちしていろいろやってたら意外と感謝されることが多かったりとか、ここまで見てくれたんだありがとうって他の設計だったりとか他の部署に感謝されちゃったりとかすると、その一言で頑張れちゃうなって思っちゃいます、うん、立花さん5年目ですけれども、はい、そろそろ1人前だななんていうふうに思う瞬間が増えたんじゃないですか？そうですね、1人前に早くならなきゃいけないなっていう瀬戸際ですねじゃあ立花さんにも思い出していただきたいんですけど、その新人時代に初任給とか初ボーナスで買った何かこう自分へのご褒美とか何か思い浮かびますか？はいはい、私も旅行に行ったんですけど、はい、ちょっと先に沖縄出されちゃったんで、ね、あ、じゃあ沖縄だったんですか？じゃなくて、はい、そうですね、山梨県に行ったいいですよ、言ってください、山梨の思い出を。山梨で富士山が見えるとこ泊まりに行ったんですけど、雨だったんですよ。なんで富士山見えなかったっていうちょっと悲しい思い出があります温泉旅行に行きました、はい、いいですよね、それも思い出ですよね。そうですよね、ありがとうございます。では最後お隣松田の佐々木さんのお写真見てみましょう、はい、こちらです。はい、さあ、これはおか休憩現場ですか？休憩現場お仕事されてますか？これは、働いてますよ、ちゃんとじゃあちょっと左側からお願いします。左の写真は、はい、私はほぼほぼ今リモートワークで家で仕事をしてます、まあ、実家なんですけど、はい、で その自室の机ですので、超プライベートな机です。なんと、ね、ありがとうございます、はい、公開していただいてちゃんとパソコンとモニターとで、うん、仕事はしてるんですけど、はい、ちょっと手前にケーキが見えるんですよね。これお仕事で使うものではなくて召し上がるものでいいですか？胃に入れるものですねちょっとこれは、まあ、一息入れながら、うんうん、まあ、社内の情報を調べたり、まあ、業務進めたりってことで、うん、まあ、多分会社だとケーキ食べれないと思うんですけど、家だとちょっとケーキをつまみながら仕事できちゃうっていう写真です。特権ですね、はい、左側はどうですか？あ、右側ですか？あ、すいません左右毛なんです右側は本当に休憩時間で、はい、これ手前母が写ってるんですけど、母と一緒にこう談笑しながら
またケーキ食べてるんですけど。どうぞありがとうございます。糖分をひたすら摂取しているっていう写真です。ちょっと気になったのが、佐々木さんは研究開発っておっしゃってましたよね。あ、そうですね。これ研究開発、自宅で？自宅でできますね。あのなんか実物を触ったりするっていうことがほとんどないので、はい、ほぼあの、まあ、プログラミングですね、ソフトウェア開発でプログラミングを書くのがメインなので、もう家でできてしまいます。よく使ってるツールみたいなものって何かあったりしますか？ツールはプログラミング言語だと、まあ、トラボっていう多分理系の工学系の方が使うあの言語とか、最近はあのマイクロソフトのワンノートをよく使うようになって、そこでメモしたりして情報整理しています、うん、これやっぱりリモートだとなかなかコミュニケーション難しいんじゃないかななんて思うんですが、そのあたりどうですか？そうですね、やっぱり最初、うん、もう入社した当時からリモートだったので、はい、結構ハードルはあったんですけど、でもだんだんこう遠慮なく喋るようになっちゃうんですよね、うん、もうリモートだし遠慮なく聞いちゃえっていうモードに入っちゃって、それからはだいぶ、うん、あのコミュニケーション取れるようになりました。実際こう現場みたいなところに赴いたりとか、本社だったり会社に行くことももちろんあるんですよね。あ、そうですね、ただ結構あの郵便物届いてるからそれを取りに行くみたいなことがあのメインになっちゃってて、うん、あんまりその業務で行くってことはそんなにないですね。ただなんか実験してるのを見に行くのに、うん、あの 一日出社するっていうことも前はありました。なるほど。じゃあそうやってこう、まあ、在宅でほぼ働かれてるってことなんですが、そんな中で、あ、やりがい感じるなっていう時ってどんな時ですか？そうですね、うん、やっぱこの研究ってことでこう課題に対して提案していくものなんですけど、うん、まあ、その提案がこう上司から、あ、いいねとか、あ、それで進めていこうって言われたら、まあ、やっぱり結構やりがいを感じますね。今あの佐々木さん4年目ですけれども、はい、グッとくる時ってやっぱりそういう瞬間ですか？あ、そうですね、うん、あの、あ、うまく提案が受け入れてもらえたっていうのと、うんうん、あとはその提案がちゃんと思った通りの結果が出せて、それを使いますってあの言ってもらえたらもっと嬉しいですね。あの最後にじゃあ佐々木さんにも聞きたいんですが、初任給とか初ボーナスで、はい、あのお母様の写真も少し写りましたが、うん、そうですね、お母様に何かしてあげたりとかは？してないです。してないです。すいません、聞き方が嫌な聞き方しました。何か使われました？そうですね、初任給じゃなかったんですけど、うん、半年ぐらい経ってちょっと貯めてから、はい、iPad を買いました、うん、それもお仕事で使われたりとか？そうですね、うん、あの論文を読むのにこうチェック入れながら読めるんで、それに使ってます。はい、ありがとうございます。さあ皆さんのね、楽しいお話も聞きながら、続いて2つ目のトークテーマに参りましょう。こちらです。さあ先輩就活体験記ということで、5人の方、若手社員の皆さんはなぜ今の会社で働いているのか、3つ質問もご用意したので、それに沿って学生時代まで遡って伺いたいと思います。さあこちらですね、3つご用意しました。学生時代の勉強内容は、モビリティ業界に興味を持ったきっかけ、志望度が高まった瞬間は、ということで、1つ目の質問こちらです。学生時代の勉強内容は、まあ、皆さん今ね、それぞれの会社で活躍していらっしゃいますけれども、じゃあ学生時代何してたんだということで、簡単に学生時代の勉強内容を教えていただきたいと思います。順番にじゃあ、いすゞ自動車、永田さん、いかがですか？はい、私学生時代所属実態は情報系の学部に所属してました、うん、で具体的にどんな研究してたかっていうと、人間工学っていう分野を勉強していて、はい、その人の体にかかる負担がどれぐらいかなっていうのを評価してあげるような研究をしていました、うん、なんで何かプログラミングしたりというよりかは、あの人の体にセンサー貼り付けて、はい、なんか動いてもらって、うん、あ、これぐらい今筋動いたってことは、うんうん、この姿勢したらこんだけ体に負担かかっちゃうねみたいなことを評価する手法を考えるような研究をしてましたね。ということは、はい、今のお仕事内容とつながるつながらないでいうとどうなんですか？つながらないですね。つながらない、はい、うん、こうそういったその人間工学とかをこう活かせるような仕事に就こうなんていうふうに思わなかったんですか？あ、思ってましたね、うんうん、そのあのシートの設計だとか、はい、内装の設計とかだとこう、うんうん、乗り心地を良くするっていうところで、うんうん、なんかこの筋にかかる負担だったりとか、そういう知見が活かせるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、ちょっとそうですね、うんうん、配属が電気になったので。なるほど、はい、ありがとうございます。ちなみに学生時代、まあ、お勉強ももちろんされてたと思うんですが、はい、それ以外で何かこうやってたこととかハマってたことって何かありますか？あ、青春旅行が大好きなので。旅行、はい、あのコロナが流行る前は海外旅行結構行ってて、
ちょっと大学4年生の夏ギリギリコロナじゃなかった時期に、はい、2週間ヨーロッパ周遊というのをしてましたね。いいな。自分でホテルも交通手段のチケットも全部取って、うんうんうん、結構旅行会社に頼むより10万円ぐらい安く行けたのかな。うわ、スポーツ出ますね。はい、うんうん、ありがとうございます。ちなみにもう一つ聞くとしたら、学生時代これやっとけばよかったなとか、なんか後悔みたいなのって逆にありますか？後悔はないんですけど、逆に結構院生時代、研究ももちろんしてたんですけど、はい、まあ遊びにも行ってて、うん、いいことですよそれは遊んでいてよかったなと思います。あ、なるほど、はい、じゃあ見てる皆さんにもそれは伝えたいですか？そうですね、本当にまとまった休みとか社会人になると取れなくなるんで、うんうん、旅行とか行くのは学生のうちだなと。まさに、はい、ありがとうございます。ではお隣渡辺さんにも聞いてみたいと思います。渡辺さんはいかがでしょうか？学生時代の勉強内容。はい、私は学科が情報システム系だったので、うん、授業はプログラミングとかネットワークとか、うん、システムの設計とはとか、そういう内容を勉強してました、はいはい、イコールそれは今の仕事に結びついてると思います。はい、ありがとうございます。ね、それをこう活かせる仕事に就こうっていう風な軸で選ばれたんですか？そうですね、うん、基本的にはそう自分がやってたことを活かせる職場っていうのをキーワードにこう就職活動してましたね。もちろん研究も忙しかったと思うんですが、はい、学生時代これハマってたなとか、うんうんうん、勉強以外だったら私の青春これだったなって。あーで言うと、私ジャズオーケストラ部っていう部活に入っていて、トランペット吹いてたんですけど、うん、はい、それがまさに青春だなと思ってて、うん、夏と冬に4泊5日の合宿があったり、こう学園祭で演奏したりとか、うん、そういう、そうですね、部活は楽しかったですね。ちなみに今こう息抜きにちょっと吹いてみたりとかってあるんですか？実家帰った時にたまに触るかなぐらいですね。そうですよね、一人暮らしだとね、ちょっと音が、ね、騒音がありがとうございます、はい、ちなみに永田さんにも聞いたんですが、学生時代後悔してること、うん、もしあれば。それで言うと永田さんの反対かなと思ってて、私はその部活と勉強と、うん、あとアルバイトもしてたので、はい、あんまりその旅行とかに行かなかったので、もうちょっと遊んでおけばよかったなって思います、うん、それやっぱり社会人になってから実感した？そうですね、うん、やっぱ大学4年生とかめちゃくちゃ時間あるので、うん、そういうのをこう有効活用すればよかったって思いますね。 ありがとうございます。皆さんへのアドバイスになったと思います、はい、それでは隣神谷さんにも聞いてみたいと思います。神谷さんの学生時代の勉強内容。はい、私は商学部商学科だったので、うん、主に経済だったりとか、あとはゼミでは中小企業の経営だったりとかっていうのを勉強しておりました。はい、それは実際にはじゃあ今のお仕事どうですか？直接つながっているかといえばそうじゃないような気がするんですけども、うん、マーケティングだったりとか、うん、そういう部分は少しはつながってるんじゃないかなと思ってます、うん、ありがとうございます。周りには例えばどんな学部出身の方がいらっしゃるんですか？周りはそうですね、文学部の人もいれば経済学部もいますし、外国語学部の同期もいましたね、うん、はい、じゃあ割と学生時代の専攻は皆さんいろいろっていう感じですか？そうですね、はい、うん、それをそれぞれこう得意分野を活かせるような環境ですか？うん、そうですね、外国語学部の、同期なんかは自分が専攻してた韓国語の契約書面を見たりとかしてるので、うん、はい、すごくそれはつながってるなと思いますね。じゃあ神谷さんにもお聞きしますが、はい、自分の学生時代の青春をぜひ。そうですね、私はアルバイトに明け暮れてまして、映画館でバイトをしていたんですけども、うん、シフトは朝7時半から夜の24時半まで入れられて、なのでそれを通して働いてるわけじゃないんですよね。大丈夫朝のパートというのパートと、びっくりしました。通して働いてるわけじゃないんですけど、なのでもうどんな時間でも学校に行かなくていい時は映画館で働いて、あとは映画がタダで見れたので、もう映画暇な時は映画を見てっていうことをしてました。じゃあ割ともう学校以外そこに住んでるような状況。そうですね、ほぼ家みたいな安心感がありました。映画館にはやっぱりこうそこで友達というかバイト仲間は結構今でも仲良かったりするんですか？そうですね、うん、アルバイトは100人ぐらいいたので、はい、学生も多かったですし、うん、今東京で働いてて出てきてる当時の友達もいるので、休みの日は未だによく遊びに行ったりしてます。じゃあ聞いてますが、皆さんに学生時代の後悔もぜひ。
私は勉強しといた方が良かったっていうのなんですよ。一個だけすごく後悔しているのが、うん、第二外国語でロシア語を取っていて、はい、で学校で1週間留学に行けるっていうプログラムがあったんですね、うん、で面接を受けて受かったのに、うん、なんか不安だからやっぱり辞退しようって言って辞退しちゃったことをすごい後悔していて、はい、まあ、どんな経験でもやっぱりしておいた方が良かったなっていうのが今思っている最大の後悔ですかね、うん、皆さん三者三様の答えですね。ではお隣立花さんにも聞いてみましょう。立花さんの学生時代の勉強内容お願いします。はい、私は無機材料の研究をしていました。化学出身 で研究内容は溶化銅の白膜形成っていうのをしていました。溶化銅の白膜形成っていう例のですねそうですそうです、はい、でその化学出身なんで私はもう全然今の業務とは畑違いのことをしてましたね、はい、ただその畑違いの中でも例えば考え方とか研究の仕方とか何かこう今の仕事にも生かされるなって思う部分って何かあったりしますか、うん、私学部卒っていうのもあるんで研究1年間しかやってないっていうのもあってあまり深くは研究できなかったんですけれども、うん、今何が生きてますかって言われたらちょっと悩んじゃうぐらいないかもしれない。逆に言うとその入社してからしっかりそのフォロー体制だったり皆さんに教えてもらってしっかり仕事はできるなっていうふうに感じられてるんですよね。あ、そうですそうです、うん、もう本当に何も知らなくて車も詳しくなければどっちかというと機械系の設計に配属されてしまったので、うん、何も分からなかったですけども、うん、きっと何も分かんない人が結構多く入ってくるんですよね。派遣さんとかも含めたら、うん、きっと畑違いの人いっぱいいてそこをフォローアップできる体制には会社がなってたんであんまり苦労は自分は努力はしましたけど苦労はあんまりしなかったですね、うんうん、ありがとうございます、うん、では学生時代の後悔もぜひ教えてください、はい、後悔はですね私海外に行ったことがないんで海外旅行とかお金がなかったってのもあるんですけど、うん、言っておけばよかったなって思いました。英語がすごい苦手なんですけど、うん、英語ができると業務の幅すごい広がるなって最近痛感していて、はい、英語勉強しとけばよかったなとは思いますね、うん、その立花さんの立場でももちろんマストではないけれども英語があればもっと広がったなっていうふうに周りの方を見て思うんですか。そうですね、うん、今は国内の車を見てるんですけど、うん、もちろん海外にも車売っててで海外とのやり取りとかが全然スムーズにいかない時とかにちょっと悔やんだりしますね、はい、ありがとうございます、はい、では最後にお隣松田の佐々木さんにも聞いてみます。いかがでしょうか学生時代の勉強内容、はい、学生時代は制御工学を専攻してましたね、うん、主にこう統計モデリングみたいな今でいう機械学習に近いようなことを勉強してました、うんということは今のお仕事とつながりはどうでしょうか。そうですね、もう分野としてはすごいつながってます、うん、でも新しく学ぶことの方がやっぱり多いです。それインプットはどんな風にされてるんですか。インプットは、うん、まあ、同じチームの方がいろいろそういう新しいことやってるのを聞いて、うん、あそういう技術があるんだっていうので、まあ、インプットしていくっていうのとか、うん、あと学会によく参加させてもらえるので学会に行って他の他社さんとか、うん、あと大学の先生方がやってらっしゃる研究を見てあ最近の技術はこういう感じなんだっていうのをインプットしていきます。ということは割とその社会人になってからも勉強は続くっていうイメージですか。そうなんですよ、うん、あ意外でした、はい、結構そうですね学生時代のそのまま使えるかなって思って入ったけど、うんうん、それじゃ全然まだ太刀打ちできないっていう壁にぶつかってやっぱり勉強だなって思いました、うん、その学生時代の専攻が生かされてもなおかつまだ勉強が必要っていうのはなかなか大変だなと思うんですがそんな中でじゃあ、 佐々木さんが抱いている後悔学生時代の後悔。学生時代の後悔は私アルバイトをしたことがなかったので、はい、アルバイトやっとけばよかったって思いました。結構みんないろいろですねやっぱりこう何か打ち込むと他のところがおろそかになったりしますもんねアルバイトちなみに何やりたかったですか。カフェの店員さんやってみたかったです。いいですねおしゃれですよね、はい、今日のこの空間はちょっとカフェっぽい感じなんでちょっとそれを感じてください、はいはい、ありがとうございます、本題に戻りましょう。次に2つ目の質問こちらです。モビリティ業界に興味を持ったきっかけはということでこれも皆さんいろいろだと思うので順番に聞いていきたいと思います、うん、じゃあ永田さんいかがでしょうか、はい、そうですね、うん、一言で言うと車が好きだったからで、うん、こうなんか就活していく上でなんかあんま自分が何やりたいかってふわふわしてたんですけど、うん
まあ、なんかせっかく働くなら携わったものがなんか目に見えた方がいいなっていうところで、はい、まあ、まず使われてる場っていうのを直接見れるメーカーに興味を持って、うんうんうん、じゃあメーカーの中にもいろんな製品があるけど何がいいかなってなった時に、まあ、なんか車ずっと好きだなとか、うん、ずっと興味今までもあったなっていうので、うん、なんか自然とモビリティ業界に興味持ってましたね、うん、それは乗るのが好きだったんですか見るのが好きだったんですか。あ、見るのですね。結構父親あのファミリーカーの車検、うん、ディーラーに行くときに父親にちっちゃい子がなんかついてってて、その頃はあのディーラーにあるあのジュースの自販機あるじゃないですか、肩で飲めるやつ、はい、になってて行ってたんですけど、はい、まあ、自然とそういうとこ行ってると、うん、展示の車とかが目に入って、うん、なんとなくあ車の見た目かっこいいなと思って、ね、その頃から興味あったのがこうずるずる来て、なるほど、はい、今もなんか見るの好きだなっていう、うん、ですね、はい、ありがとうございます。渡辺さんいかがでしょうか。はい、私は大学の専門以外の共通科目の中に失敗学っていう授業があって、うん、失敗、はい、その過去のいろんな人の失敗からなんかこう気づきをこう自分に生かしていこうみたいな授業があったんですけど、うん、その中でこう飛行機事故とか自動車の事故っていうのはこうシステムのエラーじゃなくてこう人のヒューマンエラーで起こるんだよっていうのを学んで、うん、飛行機の事故って今もかなり数少なくなってますけど、まあ、自動車の事故って、まあ、残念ながら毎日ニュースで見かけてしまうっていうところで、うん、もう自分が何かできることあるのかなと思ったのがきっかけですね。はい、ありがとうございますね。ぜひあのそれを突き詰めていただきたいなと思います、はい、では隣神谷さんいかがでしょうか。はい、私は大学のゼミの時にタイに10日間ぐらい行って、うん、現地のこう企業を見て回るっていうのに参加したんですね、はい、その時に、まあ、ある日系企業の自動車メーカーの工場に行きまして、うん、で実際にこうベルトコンベヤで工場の中で車ができていく様子を見ていたりしたんですけど、一番印象に残ってるのが、まあ、もちろんタイの現地の従業員の方が多いんですけども、うん、日本語のスローガンでより良い製品をお客様のもとにっていうようなことが書いてあって、こう海を越えたこういう遠い場所で日本のお客さんのことを思って商品を作ってる人がいるんだなっていうところに結構胸を打たれて、そこからモビリティ業界に興味を持ったというような感じです、うん、かなり胸打たれた感じですね、はい、感動しましたね、うん、ありがとうございます、はい、では隣立花さんいかがでしょうか。はい、私はですね業界を絞って就職活動してなかったんですよ、はい、でなんで就職活動初期はモビリティ、うん、IT 業界にはあんまり興味もなかったんですよね、うん、正直で、あのいろんな会社の説明会行っててインフラ業界がいいなって思ったんですよ、うん、なんかこう付加価値を与えるよりかはないと困るようなものに携わりたいなと思って、うん、あとはこう自分が伸び伸びとやっていける社風の会社がいいなって思ってた時に今の会社がマッチしたんで今の会社かなと思って受けました、はい、最終的にはじゃあそこで会った人がいいなと思った。そうですね、うんうん、そうですね、ありがとうございます。では最後に松田の佐々木さんいかがでしょうか。はい、私は結構短絡的で、はい、出身が広島なんですよ。なので結構その松田っていうのが身近、生活の中で身近な存在だったので、 そこで最初に興味を持ってました。はい、ありがとうございます。じゃあそんな皆さんがに聞きたい次の質問こちらです。そんな皆さんの志望度が高まった瞬間はということで、これも順番に、いや順番ちょっとあれですね、逆からいきましょうか、ね、逆からいきましょうかね、はい、佐々木さんどうですか、志望度が高まった瞬間。そうですね、モデルベース開発っていう存在を知った瞬間ですかね。なんか結構自動車業界はあの重労働かなとか、うん、ちょっと怖そうだなって印象があったんですけど、はい、そのモデルベース開発って見た時に、うん、あの結構そのモデルを元に基準検証を繰り返すっていう開発手法なんですね。で、あ、意外とデスクワークあるんだなっていうのを知って、うん、あ、自分でもできそうだなと思って、そこで結構志望度が高まりました。実際今ねご自宅でほとんど働かれてるので、まさにその希望が叶った形ですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。では立花さん聞いていきましょう。いかがでしょうか。私はですね、あの日野自動車トータルサポートっていうのを軸に、あの会社の雰囲気がその売って終わりじゃなくて、売ってからもお客様のサポートをしていくよっていう会社の何ですかね、社風に惹かれて
今の会社に入社しましたね。やっぱりこうイメージとしては売ったら、まあ、あとはじゃあ楽しんでくださいっていうイメージだったんですね。そうですそうですそうです、うん、なんですけど、あのどこで故障したかが分かって、はい、それがディーラーに情報が行ってて、うん、じゃあどこどこのディーラーに持ってきてくださいねとかっていうのも、うん、売った後もメンテナンスも含めてやってるんだよっていうところが、なんか人となんかお客様第一でいいなと思って志望しましたね、うん、はい、ありがとうございます。では神谷さんいかがでしょうか。はい、私は文系の就活あるあるだと思うんですけど、はい、ES エントリーシートを30社、うん、50社とか出して、まあ、たくさんの企業の面接に行って、その中で今働いてる自分の働いてる企業の面接の時にすごくなんかこう自分を素を出して喋れたといいますか、なんて言ったら受けるだろうじゃなくて、私はこういうことがしたいと思ってるんですっていうのをすごく素直に聞いてくれたなというのが印象に残ってまして、あのこういう会社で働けたらすごく人も良さそうだなと思った瞬間がありました。実際入社してみてその雰囲気は。はい、あの今一緒に働いてくださってる方々は、うん、もうとてもいい人ばかりで、はい、あの私が5年目なんですけど、今年次が一番下なんですね。先輩ばっかりなんですけども、うん、あのすごくいつも気にかけてくださって、仕事もしやすく働かせてもらってますって、なんか嘘みたいなこと言ってますけど本当にそうです。ありがとうございます。では、渡辺さんいかがでしょうか。はい、私はスバルの車に乗った瞬間ですね。普段はのスバルの車乗ってなかったんですけど、はい、友達とドライブ行った時に借りたレンタカーがスバルのインプレッサっていう車で、その私あまりあの運転が得意ではないので、普段乗り慣れてない車ってすごい抵抗感があるんですけど、うん、まあ、その時は全然抵抗感なく安心して乗ることができたっていうのが自分的に衝撃的で、うん、その瞬間にちょっとスバルいいなって思いました。うん、ビビビってきました。はい、そうですね、うん、やっぱりこう車って一度乗ると同じ車に乗るので、そのいろんな車乗り慣れないですもんね、うん、スバルのそのインプレッサ乗った時の衝撃は、はい、もうビビビってきて、もう何でしょう、もう入るしかないなって思いましたね。はい、実際今入社されてますね。はいはい、では最後に伊豆自動車永田さんいかがでしょうか。そうですね、あの先ほどお話ししたようにモビリティ業界に興味持った理由自体は、うん、車が好きだからとか完成形が目に見えるからってすごいふわふわしてたんですけど、伊豆自動車の説明を聞いて、まあトラックってものを見た時に、こうトラックって長距離運転するんで、すごい運転する時疲れやすいし、車高も高いんで視認性ってこう景色とかの見やすさとかもすごい問われるしって時に、なんか私の学んでた人間工学って学問がすごい生きるんじゃないかなって思って、その自分の学んだことでこう物流業界とか社会とかに貢献できるんじゃないかなって思った時に、より一層あここに入社して活躍したいって思うようになりましたね。はい、それで実際にね今入社されているということで、はい、さあ皆さんいろんな話ありがとうございました。まだまだお話聞いていきたいんですが、お時間となりましたのでここで終了とさせていただきます。最後に各社皆さんから視聴者の方へ簡単にメッセージをいただきたいと思います。じゃあ順番でいいですか。永田さんからカメラに向かってお願いします。はい、はい、そうですね、自動車会社、私就職活動してる時のイメージとして、やっぱケースの時代って言われて変化の目まぐるしいっていうイメージを抱いてたんですけど、実際入社したら、まあ、あのイメージ以上に変化が早いなと思いました。ただ変化が早い分、日々こう新しい知識を得られたりとか、まあ、あとこう日々刺激があったりとかで、すごい働きがいのある業界なので、うん、ぜひ何か挑戦してみたいことがあるだったり、まあ、何か新しいものに触れてみたいという方は、ぜひモビリティ業界に興味持っていただけたらなと思います。はい、メッセージありがとうございます。はい、ではお隣スバルの渡辺さんお願いします。はい、これから就職活動をするにあたって、いろんな業界とか職種とか見ていくと思うんですけど、その時にはぜひ自分が何にやりがいを感じられるかっていうところに注目して探してみてほしいなって思います。私も最初はシステムエンジニア系の仕事を探してたんですけど、まあ、その探していく中で自分がやりがい感じられることなんだろうって思った時に、やっぱりこう街に出てすぐお客様に出会える環境っていうのが、自分がやりがい感じられるなと思って、今の業種とか仕事になったので、でそれにすごく良、まあ、かったなって思ってるので、これから皆さん探されると思うんですけど、自分にとってやりがい感じられること何かってところにフォーカス当てて探してみていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。お隣ダイハツ工業神谷さんお願いします。はい、
これからエントリーシートをたくさん書いたり面接もたくさん受けられると思うんですけども、やっぱり何をしていきたいか、自分がこれから先長い人生何に関わっていきたいかっていうのを一番に考えていくのがいいのかなと思ってます。私はこれがしたいんだっていうのが明確に話ができると、その思いも面接官の人に伝わると思うので、一番大事にしたいことは何かなっていうのを今一度自己分析してみるといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では日野自動車、立花さんお願いします。はい、これから就職活動をしていくにあたって、いろいろご縁がなかったりっていう会社も増えていくだろうし、いろいろ機会も増えていって出会いの場もたくさん増えていくと思うんですけれども、軸をぶれずに活動をしていってほしいです。落とされちゃったりとかするとなんか自分に自信がなくなっちゃいがちなんですけども、こっちも会社を選んでる立場なんだってことを忘れずに頑張ってほしいです。いいご縁があることを願ってます。ありがとうございます。では最後に松田の佐々木さんお願いします。はい、就活するときって自分の専門性を生かせるかどうかを気にする方が多いんですけども、実際入ってみるとそれよりもコミュニケーション能力だったり自分の考え方の癖っていうのがすごい生かされてきます。なので学生時代にいろんな経験をして自分の強みってなんだろうっていうのをたくさんたくさん吸収していってほしいなと思います。ぜひモビリティ業界で皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。ありがとうございました。はい、改めて皆さん熱いメッセージありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に次のセッションのご案内です。次のセッションではものづくりの最前線についてさらにディープに掘り下げていきます。それではまた次のセッションでお会いしましょう。じゃあみんなでさよなら。さよなら。さよなら。
さあ始まりましたモビリティ業界スペシャルトーク、進行を務めますフリーアナウンサーの河野千晶と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日はいつもとちょっと違ってゆるっとしたリラックスした雰囲気で緊張感なくお届けしてまいります。というわけでご出演の皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ本日ですが、先輩たちの半生に触れるをコンセプトに総勢13名の女性社員の方にお越しいただいて、モビリティ業界で働くとはについて掘り下げていきます。今回は先輩の記録、あの〇〇私が担当しましたをお送りしていきます。さあ改めて今回お付き合いいただくゲスト4名の方紹介していきます。まずは川崎モータースから森さんです。さあ簡単に今の業務内容と最近一番感動したこと教えてください。はい、川崎モータースの森と申します。業務内容はですね、先進国向けのモーターサイクルの商品企画を担当しています。最近感動したことはですかね、最近鳥取に遊びに行ったんですけど、なんかそこで回転寿司を食べたんですよ。すごいなんかめちゃめちゃ安くて美味しくて、鳥取本当にいいところだなって思いました。ちょっと全然仕事関係ないですけど、はい、そんな感じで、はい、今日はよろしくお願いいたします。ちなみに森さんは今日はどちらからいらしたんですか？兵庫県の明石から。はい、よろしくお願いします。ではお隣参りましょう。鈴木から林さんです。はい、鈴木株式会社の林と申します。業務内容はスピードメーターやヘッドアップディスプレイのソフトウェアの設計をしております。で最近感動したことはちょっとプライベートなんですけど、東北のアイドルを応援してて、そのアイドルがTikTok でバズったっていうので、はい、そうとても嬉しかったです。推し活ですね。そうです、推し活です。応援の仕方としてはどういう応援してるんですか？応援なんかこう見に行ったりとか。はい、ライブに見に行くっていうのが基本的に推し活になってます。推しがバズるの嬉しいですね。はい、嬉しかったです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、続いては隣です。トヨタ自動車から長尾さんです。トヨタ自動車の長尾と申します。今担当している業務は、国内向け市場でコンパクトカーの、需給という車の配車関係を企画している部署でグループマネージャーやっております。で最近感動したことは、私海外旅行大好きで、コロナ禍で3年行けなかったんですけど、去年久しぶりに海外旅行行った時に、ずっと夢だったアフリカのナミビアって国に行ったんですけども、その時の朝焼けと夕焼けがめちゃくちゃ綺麗で、なんかすごい遠かったんですけど行ってよかったなって感動しました。ナミビア行ったことある方はもちろんいないですよね、さすがにね。ちなみにご飯って美味しいんですか？美味しいです。でもなんかすごい野生の肉が多くて、なんかよくわからない動物の肉のバーベキューみたいな野生味あふれる感じでした。何かの肉を食べる、何かの肉を食べました。いい経験ですね。よろしくお願いします、はい。最後にお隣です。ヤマハ発動機から大島さんです。はい、ヤマハ発動機の大島です。現在の業務は電動車用の、モーターの材料の開発を担当してます。最近、ね、感動したことは、初めて生で飛行機のアクロバティック飛行を見たんですけど、なんか落ちそうなのにやっぱり飛んでて、すごい飛行機もすごいしパイロットもすごいなと思って感動しました。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。やっぱり乗り物好きなんですか？好きですね。飛行機特に好きで、はい。おお、なるほど。じゃあそのあたりもね、その乗り物の魅力も語っていただきましょう。よろしくお願いします。さあ今回はそんな4名の皆さんといろいろとお話ししていきたいと思います。早速本題に移ってまいりましょう。まずはこのパートのトークテーマご紹介します。こちらです。1つ目、披露私が担当した〇〇。2つ目、告白開発裏話。というわけで1つ目のトークテーマ参りましょう。こちらです。さあ私が担当した〇〇を披露していただきますが、モビリティと言いますとやっぱり日本のものづくりの代表とも言えますよね。さあそんな中で中の人はどう関わっているのか、そのリアルな部分をいろいろと伺いたいと思います。まずは川崎モータースの森さん、お写真ご用意していただいております。じゃあこちらです。はい、担当している製品についてぜひ教えていただきたいんですが、いかがでしょうか？はい、ですね、こちらちょっとスライドでは川崎モータースの製品群ということで、はい、当社はいろいろと作ってまして、バイクのイメージが強いかなと思うんですけども、うん、四輪車とかもあれば、
ジェットスキーとかもあればっていう形なんですけど、まあ、それぞれに担当の商品企画がついてるっていうな形になってて、まあ、私はこうイメージで言うと左上の感じですかね、二輪車で先進国で売ってるようなものっていうのを商品企画で担当してます。ありがとうございます。私が思うその川崎モータースのバイクのイメージ、まさに左上なんですけれども、やっぱり王道な部署みたいなイメージですか？そうですね、うん、人数もやっぱり多くて、はいはい、具体的には森さんはその中でどういうお仕事を担われてるんですか？はい、まあ、ちょっとこういう製品を担当してますっていうのをこうドーンとお参加出せたらよかったんですけど、ちょっと私が担当しているものがですね、うん、まだ世の中に出てなくて、ちょっと詳しいことがまだちょっと言えないんですけど、はい、言えるとこまで言ってほしいんだどういう人向けのどんなものとか、そのくらいはいいですか？あ、そうですね、何機しか担当はしてるんですけど、はい、最近はアメリカ向けの製品とか関わってました、うん、それはそのどこの国向けみたいなもので、何かこうお仕事の内容は変わったりするんですか？そうですね、うん、調査に現地に行って、まあ、ちょっとお客さんに会ってお話聞いたりとか、うん、あとお店訪問して、まあ、お店の方の意見聞いたりとかして、うん、まあ、それを社内に持って帰ってくるっていうのが一番大きなところかなと思ってます。その詳しく、その実際にはいいんですけど、例えばこういうことがあるよとか、その具体的にはどんなお話になるんですか？その仕様だったりとか、例えばどんな人を使う、そのターゲットだったりとか、そういうことをこう設定していくんですか？あ、そうですね、うん、実際に例えば似ている機種のお客さんのところに行ってみたりとか、うん、まあ、それどういう使い方をしているとかを聞いて、まあ、ちょっとイメージ膨らましていくみたいな形ですね。なるほど、それ確かにこう大切だなと思うんですが、川崎ならではのこうした技術使われてますよとか、これうちの会社ならではだなって思うところって何かありますか？あ、どうですかね、特にちょっと私のいる部署が、うん、まあ、先進国向けってことなので、まあ、今ちょっと当社力入れている電動とかのところにもまあちょっと関わっていこうとか、まあ、そういうところもあるので、うん、まあ、何でしょう、川崎らしい技術って言ったらそういうところかな、新しいものに挑戦していこうみたいなところあるのかなと思ってます。その電動バイクっていうのでもどんどんこう需要は広がっていくイメージなんですか？そうですね、うん、いつまでもこうエンジンの車ってまあ売り続けられるわけじゃないっていう未来もあるので、まあ、これからどうしていくのかなっていうところとかも、まあ、その何でしょう、電動にこう 100% いくってわけじゃなくても、うん、まあ、いろんな選択肢をこう持ってた方がいいみたいなところあるのかなと。ありがとうございます。ではお隣聞いていきましょう。今度は鈴木の林さんです。はい、私が担当しているのは、はい、スピードメーターのソフトウェアの設計を担当しているんですけれども、うん、スピードメーターっていうのはまず運転手の方が必ず目にする製品になってます、はい、でそこのソフトウェアの部分を担当しているんですけれども、うん、その中でも特にディスプレイがついてたりするんですけど、そこの、うん、なんかどういうのを表示するかっていうところをメインで担当しています。これ左上がそう、その実際の画面ですか？そうですね、はい、これ今こんなことになってるんですか？そうですね、例えば何がどう表示されてるか教えてください。ですね、この画像でいくとですね、うん、タコメーターとか左上のものだと、うん、タコメーターとデジタルでの車速を表示していたりとか、はい、針での車速はメーターハードとして針でついてるんですけれども、はい、デジタルでも表示することによってお客さんが選んで好きな情報を見れるっていうところですね、うん、これ最近ならこの時代の流れでこれが最近は大事になってきたみたいな表示だったりってあるんですか？皆さんここに注目するようになった。もっとそうですね、メーター自体もディスプレイになったとかカラーになったとかっていうのが、うん、まあ、年々進化していてカラーになってきたみたいな、携帯電話とかと同じですね、そういう普及の仕方をしているので、まあ、いろんなものをまず出せますっていうところになってきてたり、はい、そのディスプレイ自体もサイズとかがいろんな各社メーカーさんいろんなものがあったりするんですけれども、うん、そういうところで、まあ、いろんなものを出せるっていうところには時代的にはなってきていて、でもちろんお客様によってはエコのものが見たいとか、うん、燃費関連が見たいよとか、うん、走行状況 の、 そのいろんなユーザーの方に合わせた表示を提案していっています。はい、
これはもう今実装されているものになります。あ、そうですね、はい。では林さん、この後、はい、未来のスピードメーターって言われたらどんな風な未来が想像できるんですか？未来のですか、はい、もう全然仕事に関係ないあれでいくと、はい、まあ、あのロボットとか のコックピットみたいな、うん、もうああいうのになっていってほしいなと個人的には思ってます。かっこいいもの運転するのも楽しいですね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。あのもう一つ聞きたいんですが、はい、鈴木ならではの技術とか、はい、ならではだなって思う部分って何かありますか？はいはいはい、そうですね、鈴木だとやっぱり国内向けだとあの軽自動車の方が多いので、うん、でそこであのカラーメーターがついているものとかっていうのが、うん、まあ、まだちょっと少なめとか、まあ、増えてはきてるんですけれども、うん、やっぱり買う方も多いしっていうところで需要もあったりするので、うん、そういうところであのちょっとなんだろう、楽しいもの、こういうカラーメーターとかでいろんな表示を出したりしてちょっと楽しめるような、運転を楽しめるようなものっていうのを結構やってますね、はい。その軽自動車だと割とその女性だったりとか、うん、はいはいはい、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、そうですね、そういったこうライトなユーザーの方も多いと思うので、はいはい、そういった方にとってはこうワクワクする仕掛けですよね。そう、ワクワクするところ、うん、はい、そうですね、あの、不慣れな方とかでもちょっとサポートできるようなものっていうのを作っています。はい、ありがとうございます、はい、ではお隣聞いてみましょう。トヨタ自動車長尾さんです。はい、私が担当してたのは IMV というあの略称の車で、イノベーティブ、マルチパーパスビークルというんですけど、新興国向け の小型トラックで、これ今映ってるのがハイラックスというあのトラックなんですけど、あとフォーチュナーという SUV と、あとイノバという MPV、ミニバンの3種のこの群であの売ってる車を担当しております、はい、の商品企画を担当してました。これちなみにどこで撮られた写真ですか？はい、ですね、左に見えてる写真が、これはニュージーランドに行って、あの車発売した後に、まあ、お客さんの使われ方とか、まあ、反応を見に行った時に、あの実際お客さんがこう仮装して乗ってくれてたので、ちょっと嬉しくって話しかけて写真撮ってもらったのと、はい、あと右側はですね、これはベトナムに行った時なんですけど、あの現地の開発時、右側に写ってるのがあのタイで開発してるチームのメンバーと、あのまあベトナムに行った時に同じようにあの、まあ、いろんな話を聞いてた時に、まあ、ちょっとせっかくなのでってことで写真を撮りました。なるほど。これあの長尾さん、そのトヨタの中でこの IMV っていうのはどういう立ち位置になるんですか？はいはい、そうですね、あの新興国向けと、うん、あのまあ、主軸となる車で、今180カ国以上であの売ってる車で、はい、あのまあトラックとか特に後ろに荷物を乗せるので、まあ、人を運ぶっていうのもありますけど、荷物も運ぶっていう意味で、まあ、新興国の生活には欠かせない車に今なってきてる、まあ、主軸のうちの一つになります。ありがとうございます。実際にこれ長尾さん、はい、使われてる方にお会いできたわけですよね。はいはい、そうですね。その時聞いた何かエピソードってありますか？はい、いや、もうあの嬉しかったのが、うん、まあ、この車のこだわりって、あのタフであること、はい、あのもういろんな道を走らなきゃいけないので、まあ、壊れないっていうことがすごく大事なんですけれども、うん、あので、まあ、新しくした後にお客さんに聞いた時に、いやこの車ね大好きなんだよって、前あの僕はもう3代目なんだよって言ってくれると、いやもうこの車しか乗れないから、もうずっと乗り継いでるよって、いい車だねって言ってもらえるとすごい嬉しいですね。こうモデルチェンジしながらずっと売ってる車なんですか？あ、そうですね、もう20年以上売ってる車になります。ありがとうございます。その話生で聞けるチャンスってなかなかないですよ。いや、そうなんですよ、はい。ということは逆に国内ではなかなかお目にかかれない車なんですか？こちらですね、ハイラックスは最近日本に入りましたので、うん、あの日本でも売ってます。たまに東京だとちょっと見にかけないかもしれない、湘南あたりでサーファーの方とか結構乗っててくれます。それ見つけたらもう嬉しいです話しかけたくなります。なります、なりますありがとうございます。ではお隣聞いてみましょう。ヤマハ発動機の大島さんです。はい、私担当した製品、ちょっと部品を持ってきました。 ありがとう。現物ですか？現物です。ありがとうございますちょっとちっちゃく切れちゃってるんですけど、実はあのホイールという部品で、本当はこう全部丸っと、なるほど、ホイールの一部がまさに今ここに、はい、はい、これはちょっと説明していただいてもいいですか？あ、はい、部品としてはこれあの二輪車バイク用なんですけど、ちょっとこれ今回は四輪のバギーを持ってきたんですが、はい、このタイヤがついているここのちょっとシルバー色に見えてるところ、うん、まあ、これがホイールになります、はい、で この現物が二輪車用の、大型の二輪車用のホイールですね。これあのすいません、本当に素人にはあのホイールっていろいろ種類があるんだろうなくらいは分かるんですけど、あのぜひその特徴を教えていただいてもいいですか？はい、この開発したホイールの特徴は、まずあのアルミニウムっていうあの金属を使ってます、うん、ホイールって大体こう鉄を使うか、はい、まあ、アルミを使うか、まあ、他にも特殊なのあるんですけど、大体その2つで、ここで使ってるのはアルミで、アルミ自体は
まあ、あの二輪車でも、まあ、四輪車でも一般的に使うものの一つなんですけど、これはあのスペシャルなアルミの合金を使ってめちゃめちゃこう軽いホイールを作るようにして開発したものになります。はい、となるとこう鉄だったらそんな風にこうやって説明できるようなものじゃないですよねきっと。割とこれすごい業界でもかなり軽い方の軽いホイールをもう純正でつけられたっていうもので、本当に丸々一本皆さんに触ってもらいたいぐらいなんですよ。こうめちゃめちゃ軽くて、はい、でこれが、まあ、軽いホイールがつくとあのバイクの乗り心地もこう軽くあの乗れるようになるっていう効果があって、はい、まあ、お客さんにも好評いただいてるかなと思ってます。はい、大島さん具体的にはどんなふうに関わられたんですか。はい、私材料技術という担当で、このアルミの素材を、ちょっと深く話すと、そのアルミ合金ってアルミだけじゃなくて他の金属の成分もこうちょろちょろって入ってるんですが、まあ、その成分を調整したり、まあ、熱処理っていうこのホイールに熱をかけて、強さをコントロールして、でホイールに適した、強さ、まあ、材料の性格にコントロールするっていう仕事をしてました。はい、ありがとうございます。その中で結構それ開発時間がかかると思うんですけど、どのくらいのスパンでお仕事されてたんですか。はい、うん、まあ、研究から生産まで大体 5年間くらいですかね。はい、やってました。はい、ありがとうございます。ね、皆さんそれぞれのお答えいただきましたが、そろそろ次のトークテーマに入っていきたいと思います。2つ目のトークテーマはこちらです。告白開発裏話ということで、ものづくりの世界というのは華やかに、ね、私には見えるんですけれども、その一方で実際には相当苦労することもあるんじゃないかなと思います。というわけで、ものづくりの苦労についてここだけの裏話を伺ってまいりたいと思います。3つ質問ご用意しました。質問事項確認していきましょうか。質問事項は、苦労したこと大変だったことは、作る過程でどんな知識や経験が得られたか、そして作る最大の醍醐味とやりがい。というわけで、この中でまず一つ目の質問こちらです。苦労したこと大変だったことは、これ早速ね、苦労話から聞くというのもなんなんですが皆さん苦労は、ね、平等にあると思いますので、苦労話ぜひお聞かせください。じゃあ川崎モータースの森さんからいきましょうか。はい、はい、仕事の内容としてはですね、うん、まあ、そういういろいろな調査をしてきたことを、まあ、会社に持って帰ってきて、でまあ、いろんな部署が、まあ、会社の中にはあるわけじゃないですか。設計とか、はい、まあ、実験っていう開発系のものもあれば、営業とか、まあ、調達っていった部署もあって、まあ、そのそれぞれの部門が、まあ、いろんな意見を持ってるんですよ。でその、まあ、いろいろ違った意見っていうのが、まあ、あるので、それを、まあ、一つのところにまとめて商品にしていくってところなんですけど、うん、やっぱそのまとめるってところがすごいいつも大変ですかね。うん、それはあのいろんな方の間に立っちゃうわけですよね。そうですね。例えばこう具体的にあのこっちの立場の人だとこう言っていて、真逆の立場だとこう言うみたいな、何か例思い浮かびますか。なんかものすごくなんかデフォルメして言ったらですけども、はい、もはい、まあ、例えば設計はすごい速い車 作りたいと思ったとするじゃないですか。はい、そしたら、まあ、それが本当にお客さんが、まあ、それを望んでるのかってところとか、あと、まあ、お客さんが欲しい値段に合ってるのかとか、でも販売会社の人が、まあ、それ本当売れると信じられるかとか、まあ、いろんな立場の人の、まあ、考えみたいなのがあって、でまあ、そのどこの部署もやっぱ製品を良くしたいと思われるんですけど、まあ、それをこう全員がやってしまうとこバラバラになっちゃうので、それをまあちょっと一つのところにまとめていくみたいなことを毎日やってます。それ結構大変そうですよね。っていうことはこういろんな部署の方とお話しすると思うんですけれども、チームとして森さんは一緒にその接触していくわけですか。そうですね、うん、なんかその機種でチームになって、はい、まあ、いろんな部署の人がこう一堂に会して、まあ、考えていくようなことをやってます。はい、ありがとうございます。大変だと思うんですけど、私なんかもよかったんですけど、やめたいなって思ったりとか、そういったことは森さんはなかったですか。はい、それはないんですよね。うん、ま、なんか大変といってもやっぱりなんですかね、実際に手を動かして作ってくれる人とか、まあ、設計してくれる人がやっぱ本当大変なんじゃないですか。うん、で、まあ、私はそれを、ね、お願いして、まあ、やっていただく立場なので、まあ、困ったなって思うことはあるんですけど、なんか大変だ辛いみたいなことはあんまり思ったことはないかもしれないです。あの大島さん、あの開発の方の苦労を言っていただきましたけどどうですか今の発言は。開発、そうですね、まあ、大変そ
それをね、こうやって森さんみたいな立場の方が分かってくださってるのってとても大事ですよね。そう、すごく嬉しいですよね、うん、あの現場のね人もたまにものすごくやっぱり大変だと、まあね、現場の苦労も知らないで企画してみたいな気持ちの人もたまにいるけど、うん、でもやっぱりそうやって理解してくれて、まあ、あの一緒にあのいいものを作ろうって思えるチームはすごく助かるし、本当にいいものができるんじゃないかなって思いました。林さんのうなずきも結構回数多かったですね。そう、同じような感じですね。分かってやっぱりこの立場によってなかなか意見がぶつかり合うことって正直あるんですか？うん、そうですね、やっぱりそう企画の方と設計の立場だと、うん、やっぱりそういうのはお互いあのいいものを作ろうっていう気持ちでやっているところだと思うんですけど、どうしてもぶつかってしまうことはありますね。それを分かってやってくださってる森さんっていうことなんですが、うん、そのしんどいなって思うときに、まあ、プライベートでもお仕事でも何でもいいんですけど、切り替えるリセット法とか誰か頼る人ってなるとどういう人ですか？ああ、どうだろう、あんまりこうなんか相談したりとかしないかもしれないですね、うん、どっちかっていうと、はい、もうプライベートの時間は遊びたいなと思ってるので、うん、なんか週末だと楽しい予定を入れといて、それ楽しみだなと思って普段頑張ってます。あ、じゃあもう仕事とは全然別のスイッチを入れることで、うん、そっちはちょっとこうリフレッシュしてまた仕事頑張ろうか。そうですね。うん、あの職場では女性 の割合というかやっぱり少ないのかななんていうふうに感じるんですが、そのあたりっていかがですか？やっぱ少ないですね、うん、最初入社した時はちょっとえってなんかびっくりするぐらい少なかったんですけど、うん、まあ、でもその分なんかすごい仲も良くて、はい、まあ、その女子会とかもよくしたりで、バイク乗ってる子も多いので、うん、なんか去年とかはなんか3人ぐらいで北海道行ったりとかしました、バイクで。あ、ちなみに森さんもじゃあバイクに乗る？あ、そうですね、うん、あのバイクに乗ってないとダメなんですかみたいな質問ってたまにないですか？ありますね。どうですか？あ、それは全然大丈夫で、私も最初はなんかバイクが好きでとか入ったわけじゃなくて、うん、でもなんか入ってみたら私は結構興味持ってて、うん、バイクの免許も大型まで取ったしジェットスキーの免許も取ったんですけど。それはその取らなければならないってわけじゃなくて、取りたいなっていう気持ちにやっぱりなったんですね。そうなんですよ。全然興味ないっていう人ももちろんいるし、うん、まあ、それでも全然問題ないんですけど、はい、まあ、私はちょっと企画の仕事がしたかったこともあるし、うん、まあ、興味も持てたので、うん、はい、はい、ありがとうございます。ではお隣鈴木の林さんにも苦労したことを聞いていきたいと思います。いかがですか？はい、ちょっと話としては森さんの話とちょっと近いかもしれないんですけれども、うん、あのスピードメーターの表示っていうところを考えているので、あの開発していくうちにあのいろんな社内のいろんな人からこういう表現の方がいいよとかこれじゃ分かりづらいよとかっていうのがやっぱりどうしても出てきてしまう、うん、その人によってそれぞれ分かりやすい表現っていうのが違うじゃないですかっていうところで、なんとかいいものを作るっていうところが日々苦労していますね。例えばでいいんですけど、うん、すいません、はい、あのデフォルメでいいんですけど、例えばこんな立場の人はこうやって言ってくるけどみたいな、はいはいはい、どうですか？ね、メーターだと、うん、あのなんだろう、車の新しいシステムとかを入れるってなった時に、うん、そのシステムを開発してる設計の人としては、はい、もういろんなことをメーターとかでお知らせしたいよとかって、うん、やっぱあるじゃないですか。あの自分が苦労して自分が作ったものを全部、ね、苦労したりするんで、もう何でもかんでも入れたいよみたいな、まあ、デフォルメしたくあれですけど、はい、ってなった時に、でもそれって本当にお客さんに伝わるのかなっていうところを、うん、こっちでなんとか説得というか、うん、いいことを、はい、いい案を考えてっていうところにはなるんで、そこはどうしてもぶつかることは多いですね。ちなみにこう林さんが何か相談したいなってなったとしたら、社内のどんな人に相談しますか？社内ですか？でも社内だと何だろう、意外とあんまり関係ない人、関係ない人というかの直接業務に関係ないような人の立場でちょっと聞いてみて、うん、あのその人の意見を聞くとかがありますかね。うん、こう仲いい例えば女性の同期だったりとか、他にこう男性でももちろんですけど、いらっしゃったりしますか？あ、そうですね、うん、あの昼休みとかのあの時に一緒に食べたりして、その時にあの愚痴じゃないですけど、はい、ちょっと話をしたりで聞いてもらったりとかもありますね。社内で、まあ、その林さんの立場じゃない人に聞くってことは、逆にその立場の人から全く関係ない話を林さんに振ってくださる時もあるわけですよ。そうですね、はいはい、結構その情報交換というのは盛んだなって感じますか？はい、そうですね、はい、そうです、そうです。で、全然知らない話でも、うん、まあ、なんか
基本的には同じことで悩んでるなとかってあるじゃないですか。コミュニケーションの問題で悩んでるなとかだったりもあったりするので、そういったところをお互いフラットな目線で解決していっております、あのやめたいって思ったことは正直ありますか？私はでも意外とないですね。なんだかんだないです、はい、いい回答が続いてますね。あ、ちなみに先に聞こうかな、隣のお二人辞めたいって思ったことあったりします？ないです。あ、ない。あ、これ言いづらくなった。おしもさんごめんなさい。もしあればやっぱ辛いって思いました。思った時期がありました、はい、あ、よかった。あの辛いと思うの普通ですよね。普通だと思います。私はありがとうございます。じゃあお隣行きましょうか、はい、お隣トヨタ自動車長尾さん聞いてみましょう。苦労したこと、はい、苦労したことはこの IMV 発売した時に、まあ、社内の期待値が高くて、まあ、10年ぶり以上 のフルモデルチェンジって新しい、全く新しい形になったので、まあ、結構計画台数が高かったんですよ、で出してみたらちょっといろんな事情が重なって計画に満たなくて、で、まあ、そうするとやっぱり満たない原因を探さなきゃいけないので、その時はやっぱり大変でしたね。もう要因を分解して何が原因だったのか、直せるところはあるのかみたいなところをやった時が結構大変でしたね。詳しく聞いていきたいんですが、はいはい、10何年ぶりか の, そのモデルチェンジ、はい、具体的にフルモデルチェンジってことは、フルモデルチェンジなのでもう完全に新しいエンジン、はい、新しいボデ、もう全てが新しかったんですよ、はい、なので期待が高かったんです。トヨタの中でも、まあ、10% 程度の売り上げがある車なので、どうしてもやっぱり少しでもやっぱ台数がずれると、うん、なかなかこう社内のインパクトも、ね、大きいので。ちなみにこうスケール感をちょっと想像したいので、はいはい、具体的に言えるところまででいいんですけど、単位としては 何百万、この車大体100万台くらいの販売があるんですけど、トヨタが大体、まあ、約1000万台なので、そうですね、 10% 程度の車で、まあ、100万台程度売るはずが、まあ、ちょっとそこには満たなかったという。それ満たないって、まあ、そのよくある話と思いますけど、そのスケールで言うと、はい、なかなかちょっと鳥肌が立つなって思ったんですけど。そうなんですよ。もう結構社内は騒然として最初、うん、ってなりました。でそれでやっぱりその原因をいろいろ考えていったりするわけですね。はい、そうですね、はいはい、そこで例えばどんな意見がっていうところは聞いていいんですか？まあ、はい、もちろんです。新興国向けの車なので、新興国ってやっぱり、うん、世界経済の影響をすごく受けやすいので、為替の影響とかでもその一つ打撃を受けると、まあ、売れないっていうのもありますし、うん、この時まあ、分かってきたことは、180カ国のお客様を満足する一つのものっていうのはやっぱりなかなか難しくて、なるべくこう皆さんの要望にお応えすべく車を作ったんですけど、ちょっとやっぱなんか好みに合わなかった部分とかがあったのが、まあ、ちょっとずつ積み重なったりとかして、満たなかったっていうことだったんですけど、まあ、今のお話聞いてるとやっぱりさっきのお二人の話にも通じますけど、全員が満足する一つっていうのはなかなか見つかるのが、ね、見つけるの難しいんだなっていうふうに感じますよね、うん、そのお客さんを今の長尾さんの話のようにお客さんに対してのこう一つのいろんな要望に対しての一つのものを作るっていうことに関しての難しさはどうですかね。長尾さん、あ、林さん、何か感じるとこありますか？どうだろう、難しいところ、そうですね、まあやっぱり、だった難しい。じゃあ大島さんに助け舟を出していただきましょう。こうみんないろんな使、ユーザーの方がいる中で、その一つの正解を出す難しさみたいなところいかがですか？そうですね、何が大切になってきますか？一つ、そうね、難しい質問ですよね。やっぱりまあね、自分一人で決める立場ではないですけど、まあ、やっぱり自分がもうなんかユーザーの目線に立った時に、私欲しいかしらって思うのもいいかなって思ってます。やっぱりふと目指すところをちょっと迷った時はメンバーで、これ出たら買うみたいな話って、まあ、やっぱ出ますね。まあ、確かにこうシンプルな話で、私たちもこう一般ユーザーになりうるものですから、そういう意味ではいい問いかもしれないですよね。難しい質問ありがとうございます。では長尾さんの話に戻りますけれども、長尾さんは辞めたいと思ったことないっておっしゃってましたね、はい、結構きついなって思った時はありますか？あります、あります、もちろん。どういう時代の、どういうエピソードがありますか？ちょうど本当この時車発売した後で、はい、車って発売されるとやっぱりもう出たからいいよねってなって、次の企画にもう人が移るので、出る前から担当してたんですけど、出た後が、まあ、上司とあともう一人の3人に、もともと6人とかいたチームから3人に減らされちゃったんですけど、まあ
売れないとやっぱりいろいろやることがあって、でも人は足りなくて、ちょっとやっぱ仕事量だけが増えてた時はきつかったですね。そんな時はどう助け舟を出していただいたんですか？でも当時の上司がすごい良くて、まあ、年も近かったこともあって、結構上司とそれこそその後も飲みに行くくらい仲良くて、2人でああでもないこうでもないっていろいろとこう相談して乗り切ったっていう感じですかね。まあ、やっぱりそういった上司との巡り合いっていうのも一つ大切ですよね。いや本当に、はい、今でもその上司とは仲良くて、はい、はい、今ちょうど海外風に行っちゃってるんですけど、帰ってくると必ず飲みに行きます。ありがとうございます。では隣聞いてみましょう。大島さんいかがでしょうか？はい、私先ほどお見せしたホイールで、ホイールってすごく大事で、割れちゃったり壊れたりするとね、バイクから転倒しちゃうんですけど、その強度の試験があるんですが、それが全然通らない時期があって、はい、すごく苦労した場面でした。はい、なんかもう思い出しても辛そうな辛かったですね。それはやっぱりその軽さを追求しようとすると、なかなか強度の面では大変だっていうことなんですか？そうですね、やっぱりこうなんかこう身近なコップとかだったら、薄くて綺麗なティーカップはちょっと軽いけどコツンと当たると壊れちゃう。でもなんか分厚いね、こうなんかマグカップだとコツッと当たっても壊れないけど重いよねっていう、まあ、そういう廃反する事象を、まあ、成り立たせなきゃいけないっていうのが技術的に難しいところでした。まあ、素人の考えなんですが、試作品ができてそれをじゃあテストに回してみようかっていう流れになると思うんですけど、その1回のスパンでどれくらいの時間がかかるようなものなんですか？だいたい試作、まあね、初めて設計してものできるまで、まあ、頑張ってもこうだいたい3ヶ月とかかかるかな。はい、それが何回それを本当は綺麗な試作だとね1回ずつで終わるんですけど、はい、10回20回とか繰り返してこんなに何度も試作の試験をやったことはないよって試験の担当者に言われたぐらいでした、はい。まあ、それでも諦めない皆さんの思いがあったわけですよね。そうですね、初めての技術的に初めてのものを、まあ、そのヤマハに入れるっていう、まあ、割と大きいプロジェクトだったのもあって、まあ、みんなこれを実現させたいっていう気持ちはものすごく強かったですね。なので普段3ヶ月ぐらいかかる試作も、実はその後こう2ヶ月1ヶ月と短いスパンで回すことで何度も試作しました。はい、もうできた時の喜び改めてどうでした？いや、もう本当嬉しくて、まあ、もう手に持った時はこんな軽いのできるんだと思って、まあ、みんなでこうそれぞれ手に持ってわーわーってもう我が子を抱き上げるようなありがとうございます、はい、では続いての質問参りましょうか。2つ目の質問こちらです。さあ、作るの過程でどんな知識や経験が得られましたかと、こういった質問です。様々な経験をしていく中で皆さんどんなものを得られたのか、こちらもお一人ずつ聞いていきたいと思います。では川崎モータース森さんいいですか？はい、そうですね、商品企画部って結構ベテランの、まあ、社員の方がいるところ、まあ、ほとんどの人はベテランの方が多くて、まあ、私が一番若手なんですけど、今7年目でいらっしゃいますね。そうですね、はい、それで、まあ、とにかく知識をつけるっていうのは、まあ、一番頑張ってたことで、まあ、やっぱ製品に対する知識、まあ、どんな部品があるとか、まあ、それをどういった取引先作ってもらうとか、まあ、そういったところを覚えるっていうのを、まあ、頑張ってたかなと思いますね。あとその市場のことも勉強したりとかしてましたかね。あと経験で言ったら、なんかですね、うちの会社って人数があまり多くないからかもしれないんですけど、なんかこう若手の間雑用みたいなのとかはなくて、はい、割とこういきなりなんかの担当になっちゃうんですよ、はい、なのでもう最初はその仕事をなんか進めるみたいなことがそもそも分かんないみたいな感じだったんですけども、まあ、そういったなんだろう、基礎的なところ、仕事やっていく上でになんか必要なことみたいな経験は積んでこられたのかなって思ってます、うん、森さんがこう入社前に思い抱いていたよりも早めにバッターボックス回ってきたって感じですか？
うん、そうですね、うん、私ちょっと移動が多くて、実は商品企画も2年前に来たんですけど、うん、まあ、もう移動していきなりなんか機種何個か持たせてもらって、最初はなんかもうドキドキでした。これで合ってんのかなやり方合ってんのかな、うん、その知識ももちろんですけど、こうマーケティングする力とか、まあ、そういったこうベースの力もいろいろつけないといけないですよね。インプットの仕方ってどうされてたんですか？そうですね、やっぱその新入社員が商品企画に来るっていうのはもうなくて、うん、やっぱりその他の部署で学んだ経験みたいなところを、まあ、生かす部署みたいに今なってるんですけど、うん、私もそうですね、なんかその最初にいたところが市場分析をするっていう仕事だったので、はい、その市場の知識を勉強したりとか、うん、まあ、今までやったことがまあ全部なんか無駄にはならずに、なんか頑張ったことって生かされるなとは思いますね、うん、はい、ありがとうございます。では森さん、そんな中で働いていく中で出来上がったこう自分なりの哲学というか譲れないこだわりみたいなものってありますか？うん、そうですね、なんて言ったらいいのか、なんかずっとこう工場の中でみんなこう設計したりとか、まあ、働いてるんですけど、うん、まあ、そうするとなんかだんだんこう一般の感覚みたいなのからなんかずれていっちゃうみたいなのがあるんですよ、うん、なんかこだわりすぎちゃったりとか、はい、なんか そこまでやらなくていいとこ突き詰めすぎちゃったりとか、うん、まあ、そういうのがあるんですけども、まあ、商品企画ってお客さんに会える結構会社の中でも珍しい部署なんですよ、うん、なのでまあそういうお客さんからもらってきた情報とか、まあ、得た知見みたいなものをやっぱり社内にちゃんと持って帰って分かってもらいたいなっていうところは頑張ってますね、うん、まあ、確かにこう最終製品を使ってるお客さんと会うってなると社内ではなかなか限られた人になるわけですね、うんうん、そうですね、やっぱりその使う側の視点を忘れそうになる時も中の人はあると、うんうん、そうですね、ちょっと皆さんね、うなずかれてますけれどもなかなか難しい立場でありますよね。はい、ありがとうございます。ではお隣聞いてみましょう。鈴木の林さん、いかがでしょうか、はい、まず作る過程でどんな知識や経験が得られたか。そうですね、実際に会社に入る前とかの働くイメージっていうと、すごく専門的な知識がいるのかなって思ってたところがあったんですけれども、はい、実際にこの8年やってみて、結局のところ、まあ、知識ももちろん必要ですけれども、人とのコミュニケーションっていうところがやっぱりどうしても大事だなっていうところが学びでした。情報理工学部卒、うん、はい、ということですよね、はい、となるとそのまま生かされたんじゃないかなと思うんですが、 それはなかなか違っていたわけですかそうですね、うん、情報理工学部 その大学の時だと、うん、まあ、情報系の勉強をしていたの で、はい、で今仕事としてはソフトウェアの仕事をしているので、まあ、一応基礎的な部分とかは生かされたっていうところはもちろんありますね、うん、はい、そんな中でも大事なのはコミュニケーションでしたか、うんうん、そうですね、うん、結局車を作る時って本当に思ってた以上に本当にたくさんの人が関わってて、はい、いろんな意見がやっぱり出てくるので、うん、そういう人と自分の思ってることと向こうの思ってることの意見交換みたいなところがやっぱりどうしても必要だなっていうところで重要に感じてます、はい、じゃあそんな林さんが働く中で見つけた譲れない思いとか哲学みたいなものをぜひ教えていただきたいです、はい、そうですね、そう、人にその意見交換をしなきゃいけないというところで、自分が本当に理解をした状態で納得する状態で語をかけるというところ、分かんないことは本当にまあ何回でも聞きに行くって言うとあれですけど、まあ納得いくまで相手にちゃんと話をするというところは心がけてます。その林さんのこうにこやかな感じでずっと聞かれたらあ、まだこの人納得してないなってちょっと思いそうですね。そうですね、なかなかこう中にね芯がありそうですけれども、まあ、そんな中でやっぱりこう粘り強さっていうのはご自身でも大切だなって思いますか？そうですね、やっぱりそのこういう表現メーターでこういう表現をしたいっていうところは自分の中で決めた上で、でも相手がどうしたいかっていうところを聞いて、まあこうしようっていうところの折り合いをつけるところっていうのは大事にしてます、はい、ありがとうございます。では隣聞いてみましょう。トヨタ自動車長尾さん、お願いします、はい、ちょっと森さんと被っちゃうとこがあるんですけど、はい、商品企画をやってるとやっぱりお客様のニーズを知るっていうところで、まあ、どこにどういうニーズがあるのかとか、お客さんが何を考えてるのか、何を使うどうやって使ってるのかとか、うん、そういうことを、まあ、考える、で
それって特に海外向けの商品だとその国の使用環境とか、うん、その国の文化とか、うん、好み色の好みとかやっぱり国によって全然違ったりするのでそういうのがなんか分かってくるっていうのとあとまあ物の売れってやっぱりどうしても世界経済と密接に絡むので、うん、その辺の動きもなんか今までニュースで見てたなんとかっていうニュースがこの例えば原油が高になったらじゃあ私たちの車の売れ行きはどう変わるのかとか結構身近に感じるようになるのでそこら辺は知識がついたかなと思います。であともう一つ経験としては、まあ、基本的なことなんですけど BDCA サイクルを回すということで、まあ、仮説こういう車が売れるんだろうじゃないかで売ってみてダメだったところをまた直して次に行くっていうそのサイクルにこう関われるでそれが結局こう物として最後見えるので、はい、お客様の反応として物がここがいいここが悪いとかっていうのが分かるっていうのはすごいいい経験かなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。全世界向けその新興国向けっていうことで、まあ、特にそのさっき興味深かったのが例えば環境、文化、好みによって、まあ、好きな色とかそれによってね作るものも違ってくるっていうお話でしたけど、例えば面白いなって思ったここではこんなものが求められているんだって何かこう面白かったエピソードってありますか？ ありますよ。2つほど話してもいいですか？お願いします。いいですか？はい、インドとかって、こう仏像をダッシュボードに置くのが皆さんやるんですよ。なのでダッシュボードには必ずそれが置けるくらいのスペースと平面がないとダメとか、そうってなるんですけど、はい、とかあとアラブ諸国って赤ワイン色がすごく好きなんですけどそれって絨毯とか家もそうなんですけどなんかこう落ち着く色らしい、らしくて、うん、車の内装色も中東向けだけはその色が作ってあるとか一番人気なのは実はそれとか、なんかちょっと私たちの感性じゃ分からなかった部分が教えてもらえるんですけど現地の方から、うん、ということはやっぱりその現地に行くっていうのはかなり長尾さんのお仕事では大切になりますか？大切ですね。そうですね、かなりの頻度で行ってると思います。例えば最近行かれた国、最近ちょっと今国内向け担当なので、うん、国内のことが多いんですけれども、うん、最後にいたのは今話してたインドですね。インドもそのダッシュボードにという話は実際行ってみてみんな置いてるってびっくりされた。本当に置いててすごい、タクシーとかでも必ず置いてあって、うん、本当だったんだなって思いました。そういう意味では日本のマーケットで意外と世界とは違うなって思うところ、逆になんかあったりしますか？難しいですかね。日本のマーケット、日本人は圧倒的に白色の車が好きとか。そうなんだ、はい、それはもう世界を知ってるからこそのなんか、そうですね、ありがとうございます。じゃあその中でも長尾さんにも聞いていきたいんですが、はい、譲れないこだわり哲学みたいなのを教えてください、はい、誰のための仕事をしてるのかっていうのを、いつも忘れないようにしてて、ともすると上が言ったからとか自分がこうしたいからとか、これがいいと思ったからとかなんですけど、最終的にはお客様が喜んでくれる商品を作るための仕事をしてるってことをこう忘れていろんなことに振り回されそうになるので、そこはちょっと忘れないようにっていうふうにしてます。大切な視点ですよね。ありがとうございます。では最後に大島さんにも聞いてみましょう。いかがでしょうか、はい、どんな知識や経験が得られたか、ちょっと私は製造現場よりで、知識としては、自分が担当したアルミっていうまず材料のことを学んだこと、大学ではほとんどそういうことはやってなかったので、それ初めての経験でした、あとは1個の部品を作るために、工場がどういうふうに動いていて、人がどうやって物を揃えてるかっていうのは、なかなか本や教科書で学べるところではないので、それは新鮮なことがたくさんありました、はい、ありがとうございます。そんな中でもこう譲れないこだわり、生まれてきた哲学みたいなものもぜひお願いします。はい、そうですね、私はその工場をずっと見てきたので、やっぱり現場で働いてる人にこう新しいものを作ってくださいって、やっぱり普段と違うことをやるので負担にはなりますよね、なので、どうやって現場でもこう気持ちよく作れるような方法って何かなとか、何かこうトラブルあった時に、やっぱり工場でどういう過程で作られてるっていうのを知らないとなかなか問題の解決もできないので、本当に部品だけじゃなくてちゃんと現場にも足を運んで作業してる人のお話も聞いてっていうのは大事にしたいなと思ってます。ありがとうございます。やっぱりこう他の人の視点を忘れないっていう、他の人の立場に立つっていうのはとても大切ですよね、そう感じます、はい、
ありがとうございます。さあそれでは最後の質問いきましょう。こちらです。作る最大の醍醐味とやりがい、これ改めてね、醍醐味やりがいお一人お一人に聞いていきたいと思います。では森さんからお願いします。はい、やっぱりメーカーなので、一番私が醍醐味だなって思ってるのはやっぱ最終製品があるってことかなと思ってて、私も自社のバイクに乗ってるんですけども、ちなみに何に、あと忍者400に乗ってるんですけど、やっぱりこう嬉しい気持ちになりますよね。で、自分がやっぱ担当した製品とかも、私の担当まだ世に出てないですけど、試作者とか見ても、あ、ここいろいろ考えたところなんかちゃんとついてるとか、なんか見ると嬉しいですよね。ものがあるっていうのが私はすごいやりがいになってます。はい、ありがとうございます。では隣鈴木の林さん、いかがですか。はい、私は最初に言ったように、推し活でいろんなところに遠出することが多いんですけれども、はい、その時にその全然知らない地域で自分の開発した車が走ってると、やっぱり全然生活としては触れ合うことがないような人たちの生活に寄り添えるものが作れてるっていうところはやっぱりやりがいだなと思います。ちょっと声出そうになりますか、はい、あーってなりますか。あ、なります。嬉しいですやっぱり、はい、ありがとうございます。では長尾さんにも聞いてみましょう。いかがですか。はい、私も森さんと同じで、やっぱり最終製品があるっていうことで、開発ってやっぱ時間がかかるので、その担当皆さんもそうだと思うんですけど、何年もやるので、もう出てきた時はもう本当にもう我が子のように可愛くて、でそれを、街で走ってるのを見かけると、あ、本当にあれがものになったんだっていうのがもう感激と塩ですね。もう何年もっていう、そのお腹にいるより、赤ちゃんお腹にいるより長い期間してますからね。そうなんですよね。と塩ですよね、はい、ありがとうございます。では最後に大島さん、いかがでしょうか。はい、やっぱり担当した製品街中で見るのはすごく嬉しいですよね。あと結構最近はSNS なんかで、特にバイクとか趣味要素が強いので、これ買ったよとか、乗ってよかったとか、ここがかっこいいとか、そういう本当にお客さんのダイレクトな声を、私たちも技術者を見えるようになっていますので、そういうのを見るとかなり嬉しくて、開発一緒にやったメンバーとこうスマホ見て書いてあるような見せ合ったりしてました。確かにこう、顔を付き合わせてじゃなくて、匿名だからこそ本音でいろいろ褒めてくれたりしてたら嬉しいですよね。やっぱりこう見ちゃいますか。見ちゃいますね。ヤマハバイク検索みたいなエゴサーチしてました。ね、ありがとうございます、はい、さあまだまだお時間、お話聞き足りないんですが、お時間となりました。最後に各社皆さんから視聴者の方へ簡単にメッセージをいただきたいと思います。まずは川崎モータース森さん、お願いします。はい、なんかこういった業界って女性が少ないんじゃないかなとか、文系が少ないんじゃないかなとか、そういうのでこう肩身狭い思いするんじゃないかなとか思われてる学生さんとかもいるのかなとか思うんですけれども、全然そんなことなくて、もう私も本当に何も分かってなかったんですけれども、やる気があったらなんとかなりますので、ぜひ興味持ってもらったら嬉しいなと思いますし、それで川崎に来てくれたらとっても嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お隣鈴木の林さん、お願いします。はい、モビリティ業界というところで、とても専門性が高い知識が必要なのかなっていう印象を持たれてるかもしれないんですけれども、実際に買われるお客様も、移動手段に使われている方とか、そんなに詳しくない方っていうのももちろん多いので、そういった方の視点に立って開発とか携わる仕事ができる業界になるので、とってもやりがいのある仕事だと思いますので、業界として注目していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では隣トヨタ自動車長尾さん、お願いします。はい、車好きとかバイク好きじゃないと、なかなか入社しにくいとか、なんか志望がってなると思うんですけど、私も別に車が好きで入ったわけじゃないんですけれども、携われば携わるほどやっぱり愛着も湧きますし、何よりも街中で走ってるのが見れる、で人の生活に密着してるっていう部分では、人の生活に影響を与えることができる製品のうちの一つなので、やりがいは本当にあると思います。はい、ありがとうございます。では隣ヤマハ発動機大島さん、お願いします。はい、そうですね、モビリティ、自分自身で乗らなくてもやっぱり人の移動、物の移動で、昔も多分未来にも、ずっと
長い期間ある業界かなと思います。人々の生活を支えているものの一つなので、大変面白いしやりがいもある世界かなと思いますので、興味持ってもらえたら嬉しいです。はい、はい、皆さん熱いメッセージありがとうございました。改めて皆さん今日お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に次のセッションのご案内です。さあ、次のセッションではモビリティ業界における働きやすさについて、いわゆるワークライフバランスどうなのかというところを掘り下げてまいります。それではまた皆さん次のセッションでお会いしましょう。お付き合いいただきありがとうございました。さようなら。
さあ始まりましたモビリティ業界スペシャルトーク、進行を務めますフリーアナウンサーの河野千秋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日はですね、いつもとちょっと違ってゆるい雰囲気で引き続きお送りしていきたいと思います。というわけで今回のゲストの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ本日は先輩たちの半生に触れるをコンセプトに、総勢13名の女性社員の方にお越しいただき、モビリティ業界で働くとはについて掘り下げていきます。さあそして今回は最後のセッションです。先輩たちが明かすワークライフバランス秘話をお送りしてまいります。改めて今回お付き合いいただく4名の方ご紹介してまいります。偶然にも皆さん2児の母ということで、はい、お子さんの紹介もできればお願いします。まずはですね、日産自動車から松山さんです。今の業務内容とどうでしょう、お子さんの話として最近した贅沢も教えてください。日産自動車松山と申します。業務の方ですけれども、主にバッテリーの開発、具体的には、e パワー、車ありますけれども、そちらのモジュールの開発をしております。で子どもの方は2人いまして、6歳と8歳の女の子になります。で最近のプチ贅沢ですけれども、はい、なかなか映画とか行かないんですけど、ちょっとあえて映画館に2回ほど連続で行ったのが最近のプチ贅沢かなと思います。もうゆっくり映画館いいですね。はい、そうですね、はい、なかなか撮れないので、はい、贅沢です。今回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあお隣です、本田技研工業から野坂さんです。お願いします。はい、本田技研工業の野坂と申します。環境比較部というところに在籍しておりまして、社長が議長となって推進する世界環境安全戦略会議の事務局や、地域と事業の窓口として、環境負荷ゼロの実現につながる取り組みを推進しております。子どもは、14歳と、9歳の女の子が2人います。最近したプチ贅沢はですね、近所にかき氷屋さんがあるんですけれども、とても人気で行列ができているようなところなんですが、はい、そこに子どもと行って美味しいかき氷を食べたことです。わ、ちなみにどんなかき氷ですか？いいな。抹茶のかき氷だったんですけど、すごく深い味わいがあってすごく美味しかったです。しかもお子さんの分も含めてと結構なお値段になったりしますよね。結構大変でした。プチ贅沢ありがとうございます。はい、お隣行きましょう。お隣は三菱自動車から黒畑さんです。よろしくお願いします。三菱自動車の黒畑です。はい、今の業務内容は ASEAN 地域向けの新型車の商品企画をやっています。ターゲットですとか商品コンセプトとかを考えている仕事になります。子どもは3歳と1歳の女の子なので、河野さんと同じで結構、なんていうか大変ですね。わちゃわちゃしています。最近のプチ贅沢は、これからなんですけど、うん、今度子供産んで初めてお友達と温泉旅行に行こうと思ってて、うん、すごい楽しみにしてます。ちなみにどちらの温泉行きますか？福島に行こうと思います。あ、いいですね。ゆっくりされてください。はい、よろしくお願いします。そしてお隣です、 UD トラックスから池田さんです。こんにちは、 UD トラックスの池田恵美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。と会社では社内広報、社内向けの情報共有発信であったりとか、会社のみんながワクワクするような取り組みができるように、さまざまなイベントやセミナーなどを企画実行しております。どうぞよろしくお願いします。子どもは4歳になったばかりのとっても元気な男の子と、6歳のもうおしゃれが大好きな女の子がいて、毎日楽しくにぎやかに過ごしています。最近したプチ贅沢も教えてください。そうですね、最近したプチ贅沢はポイントを使いまして、横浜のとってもおしゃれなホテルに泊まりに行きました。そこで子どもたちにお腹が空いたと言われたので、ここはもうポイントを使ったんだからルームサービスを食べようと思って、デザート付きのルームサービスを満喫してきました。話聞くとすごい贅沢だなと思ったんですが、ポイントを使ってってあたりがちょっと口になりますね。はい、素敵です。ありがとうございます。はい、さあ今回はそんな4人の皆さんといろいろ話したいと思います。早速本題に移っていきましょう。このパートのトークテーマご紹介します。こちらです。さあ2つご用意しました。実録、あの時こう思った。そして2つ目は感謝したい自社のあの制度。早速1つ目のトークテーマです。実録、あの時こう思った。今回はこれまで働いてきた中でライフステージの変化、皆さんいろいろ経験されてらっしゃいます。そんな4名の方に人生グラフをご準備いただきました。どんな変化を経験したのか、当時の心境はどうだったのかなど、いろいろ伺っていきます。
ではまず日産自動車松山さんの人生グラフ見てみましょう。こちらです。さあ上がったり下がったりということですが、松山さんちょっと説明してもらえますか。はい、はい、ですね、私は、ま、基準を入社にしてみましたけれども、はい、うん、初めはバッテリーの実験部の方に、ま、入社をして、で、まあ、そこでいろいろ新しい業務を学んだりとか、先輩からいろいろ教えてもらって、うん、現場を見ながら学んでいったんですけれども、まあ、なかなか業務が覚えられないし、なんて言うんでしょうね、モビリティ業界のこう流れっていうんですかね、うん、結構こうターンが長いんですけれども、まあ、その中でこう自分の仕事を、まあ、その中でもやりきるというのはなかなか難しくって、まあね、ちょっと右往左往しながら悩んでいた時期はあるんですけれども、まあ、だんだんこう知識が増えてきて、まあ、ちょっと上昇気候にやる気も上がっていたって。で入社5年目に、実験から設計に移って、うん、また業務が切り替わって、まあ、その中でいろいろこう仕事の楽しさっていうんですかね、実験ですと大体設計が終わった後に実験を確認する、設計したものを実験で確認するということなので、うん、なかなかこう不具合が出た時にですね、設計の方に織り込むタイミングっていうのがなかなか難しいなって思ってたんですけど、逆に設計をやることで設計自分で作ることができる、ものづくりの楽しさっていうことを知ることができて、うん、あ、なんて面白いんだろうと、でそこで結構のめり込みました。はい、はい、ただですね、入社9年目に、まあ、子供ができまして、うん、まあ、そこから、まあ、3年間こう子供を産んだり休んだりっていうところを繰り返して、なかなかその中でもチームの移動もあってですね、両立っていうんですかね、育児と業務の両立っていうのができなくて、で大体バッテリーの、まあ、どこの業界もそうだと思うんですけど、結構時間が必要な業務が多くてですね、その中で、まあ、早めに帰る、で子どもの対応するっていうところで、なかなかこう質の高い業務を担当させてもらえないなって思いながらも、子どもも育てていかなくちゃいけないっていうところで、すごく両立が大変だなっていう時期で、少し休校がモチベーションもちょっと下がっている状態ですと。でその後に少し育児が落ち着いて、入社12年目ですね、はい、こちら新しい今は、e パワーをやっておりますけれども、その前は p ヘブの設計開発を携わってたんですけれども、そこで、まあ、新規行っていろんな業務に携わることができてですね、もうそこでやっとこう自分 の, キャリアを発揮できるなっていう経験をいくつもさせていただいて、まあ、改めてプロジェクトの楽しさっていう、モビリティ業界でのこう活躍ができるなっていう感触を得てですね、すごいこう私の中でモチベーションがすごい上がった時期、うん、はい、でそこを経まして、はい、経て、入社15年目今ですね、アシスタントマネージャーで、うん、マネージャーのサポートですね、そちら の, 役職に就くことができて、まあ、業務以外のマネージメントの管理っていう点も仕事の中に入ってきて、今はそこを両立することに苦戦している最中ということで、なかなかこう失敗することも多く、まだ未だに上司に怒られたりとかすることもあるので、はい、ちょっと下降気味のこれから登っていければいいなというふうに考えております。なるほど、こう未来はね上げていけるようにということですけれども、どうでしょうか、はい、これ実際松山さんが学生時代からこう社会人になって描いていたキャリアのイメージ、はい、大まかなイメージとはこれどうですか、違いがあったりしますか。今全体で言うと、うん、そんなに違わないかなって思うところは、うん、どちらかといえば仕事のモチベーション、はい、やっぱり楽しい仕事をやっていけばモチベーション上がりますし、うん、やっぱりそのやってきたっていうやりがいを感じることができるんで、それは大体大学の時に研究をやってたりとかしてる中で、うん、同じような感触を得れるのかなって思っていたので、はい、まあ、そういう意味ではすごく同じかなと。ただ一方でですね、子育てをしながら両立させるっていうところは初めての経験なので、うん、やっぱ大学までで想像もできなかったところですと、はい、で、まあ、時間限られてる中で両立をさせるっていうところがなかなか難しいなっていう、そのもどかしさっていうのはやっぱ経験しないとわからないところだったなというふうに感じております。まあ、きっと子供もできるんだろうななんて想像してたかもしれないんですが、そうですね、実際にこう働いて、はい、プラス子育てっていうのとはまたちょっと違いましたね。なかなか違いますね、うん、唯一こうガクンと入社より下がってるポイントが入社9年目ですよね。そうですね、これはどうでしょうか、そのお仕事の面では、うん、本当だったらもっといろんなことやりたいのに、どうしてもその時間の制限でこの業務はしょうがないっていう思いはやっぱりありました。そうですね、うん、やっぱりその
仕事もやりたいけど、やっぱその時間の制限っていうところで、うんはい、ここまで本来だったら今までの自分だったらここまでできた内容が、うん、ちょっとその時間の制限で、まあ、8割5割しかできないっていう中で、うん、なかなかこう上のアピールだったりとか、やっぱり自分の中で完成できないっていうところ、うん、ここまでやりきったっていう感触もない中、ただそっちに時間をかけるとやっぱり子供が、まあ、グレールはではいかないですけど、うん、やっぱなんとなくこう親の感情を感じるっていうんですかね、うん、ありますよね、なんか激しいそうなんですよ、なんとなくこう私が心揺れているとやっぱり子供もそういうのを受けるような感じで、うんうん、結局やっぱバランスがうまく取れない、お子さんも、うん、例えばその松山さんがお仕事でこうちょっとしんどいなって思ってるのは分かっちゃうもんですか、うん、しんどいなと分かってるのか、なんとなくこうちょっと当たってるのか、なんとなくこう起伏が激しいところ子供がなんとなく感じてるのか、そうですね、まあ、もしくは私が考えながら育児をやってるんでうまくいってないのかちょっとよく分かんないんですけど、ただ結構もう子供と自分のモチベーションは結構こう、うん、感情っていうんですかね、そういうところ結構似てるのかなと、はい、どうですか皆さん、お子さんが自分の心情、あ、仕事できついって思ってるって分かられて、悟られてるなって感じる時ってありますか？あ、もう黒田さん1歳3歳どうですか池田さん、例えば言われたりします、お母さん今日なんかあったでしょみたいな。いや、もうつい先日なんですけど、はい、本当に忙しくて、あ、もう本当にごめんねって、こんな簡単なご飯でごめんねって言いながら、朝ごはん、朝ごはんじゃない、夜ごはんかなんかに目玉焼きを作ってたんですよ、はい、そしたら3歳の子とお姉ちゃん、6歳のお姉ちゃんがコソコソって話して、あ、当時まだ3歳だったんですね、はい、でパパパパって来て2人でこう 両脇からギュッとしてくれて、ママ大丈夫大丈夫、なんとかなるから大丈夫って言ってくれて、すごい励ましてくれてなんかもう、うん、忙しいからって言ってなかったんですよ、ただもうやっぱりどうしてもごめんねってすごい口に出て言ってしまったみたいで、うん、大丈夫だよ、僕がやってあげるから大丈夫だよ、うん、ママ私大丈夫だからって言ってくれて、なんかやっぱりそのそうですね、本当に一緒に家族なんだなって思いました、うん、ねえ、野坂さんもうなずいてらっしゃいましたけれども、うん、そういうエピソードありますか？はい、ありますね、私も小さい時やっぱり同じようなことがあって、うん、やっぱり察してくれてギュッてしてくれるっていうことがありました。で、今はもう大きいので喋っちゃってます私が聞いてもらっちゃってます相談相手、良き相談相手に、はい、今日こんなことがあったんだママは、うん、こんな辛いことがあったんだって言って、うん、よしよしってされます。なるほど、その松山さんのグラフに戻りますけど、こう下がってなかなか大変だった時期もやっぱりそうは言っても子供さんが支えになってググッと頑張ろうっていう気持ちになりますよね、きっと。はい、なりますね、やっぱり。でもその育児の経験がやっぱりその一緒にやってる仕事のメンバーにも影響してるのかなって個人的には思いますね、はい、やはり今はマネジメントをやっていて、やっぱ部下がついてる中で、やっぱ少し、まあ、子供と全く一緒ではないですけれども、うん、まあ、大体こうやっぱり同じようにやっぱ心通わせるためにはそれなりにちゃんと向き合わなくちゃいけないなっていうのが、うん、今まではなんとなくこう子供がいない前はなんとなくこう自分がやりたいことをやりきるみたいな、うん、でも今は、まあ、子供の経験があるからこそだと思ってますけれども、なんとなくこう部下のマネジメントとか心理的なところっていうのを一緒に見ていかなくちゃいけないなっていうのはなんか感じながらやってますね。自分だけでなくてこうチームの成果として、はい、チームのモチベーションとしてみんなのことを考えるっていう段階に来てるんですね、うん、そうですね、うん、ありがとうございます、はい、ではお隣本田技研工業野坂さん行ってみましょう、はい、野坂さんの人生グラフこちらです。はい、お、上がってますね、ちょっとお話いただけますか？はい、ちょっと私なんか皆さんと違っちゃって入社前から書いてしまったんですよ。なんかいいですね、しゃべりすぎ&カバン置き去り、なんかすごい恥ずかしいんですけど、まあ、ちょっと最終面接ですね、ホンダの最終面接の時のことです。ちょっと私しゃべりすぎてしまいまして、なんかまあ結構心地よくしゃべらせていただいたんですね、すごく面接官の人も引き出すのが上手で、はい、なぜかですね、私の父が車を盗まれたという話までなぜかしてしまったとしかもその後のエピソードが少しありまして、うん、私移動先で今の部署なんですけども、もうそこから移動された上司の方なんですが、その方が移動される日にちょっとエレベーターで偶然一緒になったんですね、うん、そしたら僕はあなたの最終面接をさせてもらったんだよっていうカミングアウトをされて、はい、でえってなって、でその時にお父さんが車盗まれた話してたよね。何年後の話ですか、その当時から言うと。もう7年後ぐらいですかね。っ
ていうびっくりすることもあり、その時に私は思い出したんですけど、私喋りすぎてたんだなと。でしかもそのカバン置き去りっていうのは、もう心地よく喋った後にありがとうございましたって言ってこう出たんです。そしたら自分のカバンを忘れていってた。でもう一度開けまして失礼しますカバンを忘れていきましたということで、ちょっとだいぶ恥ずかしい思いをしたというところでした。そんな野坂さんは無事入社されていると。そうです、はい、ありがたいことに入社することができました、はい、入社1年目、はい、そうですね、入社1年目はですね、望んでた研究所に配属になりまして、エンジン単体の試験テスト研究というのを担当させていただきました。で非常に温かい職場でして、すごく部下を育てていこうという気持ちがあって、で特にホンダでは技術の前では皆平等という精神があるんですけれども、そちらをすごく実感するような職場でした。1年目でこれを感じるってすごいですよね。そうですね、非常に恵まれてたと思います。ただ7年目、ここでちょっと下がります ね。そうですね、移動ということで、現職場になるんですけれども、はい、やはりその前までの職場は結構チームで動くというので、自分がセッティングしたものっていうのをその後に引き継いで、じゃあここからはお願いしますということでお願いができていって、自分は子どものお迎えとかっていうことに行けたんですけれども、ちょっとその現職場ではそういったチームで動くっていうような形よりかは、こう個々に業務が割り振られているような形にその当時は感じていたので、すごくその自分が抜けてしまうと、もうそれがただ残っているだけで、後でまた自分でやらなくてはいけないので、やはりそこの仕事と育児の両立っていうのは非常に苦しみました、はい、でその後グググッと入社11年目には上がってきてますけど、そうですね、だんだんとその自分のなりの育児と仕事の両立の仕方っていうのがだんだんとこう分かってきて、その間にこう制度の変化とかもあって、在宅勤務ができるようになったとか、そういったことが大きな影響としてはあるんですけれども、自分もそのチームで動いてないっていうふうにもどかしく感じていたところが、実はその大きく視野を広げてみると、実はチームになってたんだなと、いうのに気づかされるところもあり、自分だけで苦しむというよりかは周りも一緒に巻き込んで連携して仕事ができるようになったというのもすごく大きな変化だと思っています、この入社7年目の下がっているところから今の部署というのは同じ部署なんですよね。同じ部署なんです、ということは今のどうでしょうか、野坂さんから当時の入社7年目の苦しんでいた野坂さんに声をかけるとしたらどういうアドバイスがありますか。そうですね、もうちょっと視野を広げてごらんですかね、その個人プレーかなと思ってたところは実はチームプレーだった。そうですね、今ももちろんその両立は大変だとは思うんですけど、そういった時にどういう方にこう助言だったりこう助けを出していただくというかヘルプするんですか。そうですね、幸いこう上司とか先輩とか話を聞いてくれる方がいらっしゃるので、そこにこんなことがあってお昼休みの時間に話をしたり、かしこまって結構ツーウェイしてもらったりとかって、そういう機会も設けてもらってます。はい、野坂さんのお仕事、今環境負荷ゼロの実現につながる取り組みということで、これ結構その自動車業界の中ではこう新しいような取り組みなのかなと思うんですけ ど、具体的にはどんなことをされてるんですか。そうですね、私自身は結構事業とか地域と連携をするようなお仕事が多くて、私たち環境比較部というのは会社の方向性とか、環境に関する会社の方向性を決めていくような提案するような部署なんですけれども、それをじゃあ実現するには具体的な目標値はこういうふうにした方がいいだろうっていうものをまた提案し、で事業や地域がじゃあ具体的にどういうじゃあ目標値だったらやっていくことができるのか、どういったロードマップを描けば目標値に近づいていくのかっていったような議論を一緒にするような仕事をしています。ありがとうございます。野坂さん、入社前から考えると自分の今歩んでこられたキャリアっていうのは想像と比べていかがですか。はい、もう実は全然違っていて、私自身は母が中学入るまで専業主婦だったんですね、だからなんか自分がされてたことをしてあげようって勝手に思っていて、で自分も子供が生まれたら専業主婦になろうかなと思ってたんです、なんですけども、育児休職中に結構こう職場の人からも連絡をもらったり、早く帰っておいでよなんていうふうに言われたりして、もう自分から
早く戻りたいなっていう気持ちになって、うん、で今に至るという感じですね。なるほど、まあ、仕事のモチベーションもね常に高くといったところでしょうか、はい、ありがとうございます。それではお隣行きましょう。三菱の黒畑さんいかがですか。私のグラフも右、はい、基本的に右肩上がりで書いているのが、はい、いっぱい書き込んでくださいましたね。すいません、いっぱい書いちゃったんですけど、はい、まあ、右肩上がりにしているのは、うん、今振り返るとモビリティ業界ってなんかすごく、まあ、裾野が広いとかいろいろ言われて、まあ、世界中のお客様がいたりして最初はやっぱり車の何に自分が関係しているのかっていうのがパッと分からなかったりしたんですけれども、どん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 いろんな仕事をしていくうちにどうやって車ができてきてるのかなとかっていうところが少し分かってきたりして、うん、そのことがどんどん積み重なるにつれて右上に上がってきたなっていうのが今振り返ってみたらすごい思ったことなので、はい、そういう感じのグラフにしてみましたと、うん、でも最初はその分からないっていうものがもう会議で何言ってるのかがもうはてなだらけとかっていうところで、うん、入社2年目しょんぼりしていたっていうところは分からないことがすごい多かったんですけれども、うん、まあ、当時上司にも先輩に恵まれてその分からないこと帳みたいなのを作って、うん、はい、で一つずつその分からない、うん、今日分からないこと何だったってその帰る時に先輩が聞いてくれて、でそれを一個一個潰していくみたいなところで積み重ねていって負けないぞって思いながらやってたっていう感じで、だん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 右に上がっていって、で、入社5年目に商品企画部門に移動してから商品の担当になってからどんな国でどういうお客さんが車に乗ってくれてるのかなっていうことすごい気になって、うん、来たのもあって社内制度の語学研修に応募して7年目にタイに行きました、はい、で、大学に1年通わせてもらって3年間タイで仕事をして、うん、まあ、頑張ろうっていうモチベーションがすごい上がってる状態っていうのが2個目で、で実際業務研修に入っての9年目にちょっと下がっているのが、やる気はいっぱいだったんですけれども、うん、文化も言葉も違う、私海外にも住んだことがなかったりして、で仕事もすごい難しかったりしたので、そこでちょっと私ここに来たけど何ができるんだろうみたいになったところが1回少し下がっているところで、でまた右上に上がっているのが、まあ、それでもタイに全部で4年いさせてもらって、うん、お客様に自分があったりとか、あと自分が関わった商品を販売してとかっていう販売につなげていってっていう仕事をしていくにつれて、あ、こういうことを私してみたかった、あ、車に乗ってるお客さんがこんなに喜んでくれてるっていうのを目の前で見てすごいモチベーションが上がったと。で、その後で私は最近結婚を機に休業、帯同休業っていうのです制度があるんですけども、はい、休業をして、夫がいるタイにもう一度戻ったりして、うん、で、産休育休を取らせてもらって4年間まるまる休ませてもらって、で昨年4年ぶりに仕事復帰をしたので、うん、今新たな気持ちで頑張っていますという状態です。すごい歴史がありますね。商品企画に今いらっしゃるんですが、はい、その産休育休前、その4年前と同じ部署に戻られたんですか。はい、同じ部署に戻りました。それは皆さんすごいなって単純に私は思うんですけど同じ業務をまた戻ってされるわけですよね。同じ部署で、うんうん、はい、メンバー少し変わってましたけど、はい、なんていうか懐かしい顔ぶれと仕事をしている状態です。ありがとうございます。タイにいた頃の経験もお聞きしたいんですが、もちろんその自分の意思でということだったんですが、タイではどうですか。日本ともちろんこの文化も言葉も違いますけれども、はい、大変なことあったんじゃないですか。そうですね、まあ、私車酔いをするので、はい、まずその通勤が、はい、車ですと、うん、で、まあ、運転手さんがいるんですけれども、うん、車です、ですごい渋滞します、はい、でも最初の数ヶ月はもうそれだけで会社に着くのと帰るのとでグロッキーになっていたみたい、まあ、そういうところから始まっていろいろ辛すぎるものをディーラーの人に食べさせてもらうとか、はい、まあ、いろんなことがありました。それタイでは業務としてはどんなことされてたんですか。タイでもタイ向けの商品の、計画企画をしていましたので、うん、日本で企画生産につながった車を発売するにあたってお客さんにどういうところを訴求していこうかとか、うん、で逆にお客さんの声をどんどん聞きに行って、車こういうところすごい好きだよって言ってもらったところを伸ばしたりとか、うん、ここが使いにくいんだけどって言ってるところを日本につなげて直してもらったりとか、そういうような仕事でした。代表的なもので言うと、はい、タイのマーケットと日本のマーケットって大きな違いってどんなところがありますか。
ですね、ピックアップトラックというのが世の中というか見た時に半分ぐらい走ってます。ということはもうそういったマーケットに向けてどんな車作ろうとか。そうですね、トラックっていうとトラックなのでなんか仕事に使うのかなって思うんですけれども、うん、普通にファミリーでそういう車を選んでたりするっていうところが結構最初あ違うなって思いました。なるほど、ありがとうございます、はい、黒畑さんもお聞きしたいんですが、その学生時代に描いていたキャリアと実際歩んでこられたキャリア、はい、どうですか、比べてみて。私もちょっと全然違いました、うん、子供が生まれたらどうの以前の問題で、自分自身が海外、しかも英語圏でもない海外に行って仕事をするとは全然思っていなかったので、ただそれもそれまでの仕事をさせてもらったところで、自然にそういう興味が湧いて、うん、そういうふうにつながったので、モビリティというか車業界にいたことがそれにつながったなって今思えばすごい思っています、うん、今思えば後悔もない自然な道だった。そう、うん、そうですね、失敗もしてるんですけど今忘れてるだけかもしれないいやいや、ね、しっかりこうグラフも上がってますからね、ありがとうございます、はい、では最後にお隣 UD トラックスの池田さんにもお聞きします。人生グラフこちらです。はい、上下してます、ご説明お願いします。はい、そうですね、私は入社2年目からスタートさせていただきました。この頃はちょうどアジアパシフィック地区の担当になりまして、やっぱその社内って言ってもやっぱすごく幅広くいろんな国の人たちと連携を取りながら、もう年の3分の1は海外にいるような状態の生活をしていました、うん、ですごく楽しくて、もういろんなことを学ばせていただいて、いろんな国の人と会うのもそうですし、全てのミーティングにおいて英語を活用してコミュニケーションを取るのがすごく好きで、もともと UD トラックスを希望して入社したんですけど、うん、すごくこう自分に向いているな、自分もいろんな貢献ができるっていうことで毎日ワクワクしながら仕事をしていました。で、はい、6年目でちょっと下がってるのは、ここまで本当は下がってないと思うんですけど、ちょっと下がってるのが本当に仕事が楽しかったんで、もちろんその希望していつかやっぱりその子供が欲しいって言って主人と話をして、うんうん、じゃあこのタイミングでって言ったんですけど、あまりにも楽しかったのでやっぱちょっと諦めきれない自分がいて、うん、こうお腹が大きくなってくることと、やりたい仕事が目の前にあることと、こう やりたいのにっていうのと、こうでも子育てもしたいのにっていう、こうすごくこう葛藤っていうのがあって少し下がってます。で、第一子の時は半年ぐらい のお休みですぐに戻ってきてます。でその後ベビーシッターさんであったりとか、うん、外部のサポートも得ながらちょっと上手に戻ってきました。はい、はい、でその後入社8年目には第2子をご出産されて、そして11年目には出向兼務開始ということですが、このあたりもご説明お願いします。そうですね、はいはい、第2子を出産した後は、うん、ちょっともうこれで最初で最後か、これでもう最後かなと思ってたので、2年間ほど結構長くお休みをさせていただいて、1人目のお姉ちゃんと2人目が弟なんですけど、2人ともすごい時間を過ごしたいと思って、結構もうがっつり仕事を忘れて、うん、プライベートの方子育てを満喫させていただきました。で会社に戻ってきた後に、ちょうど今年の4月の一日付なんですけど、いすゞ自動車の方に出向兼務がスタートしまして、で今UD の方といすゞと両方にチームがいて、2つのチームをマネージしているような状態になります。で家に2人の子供がいて、会社にも2つのチームがあって、うん、なかなかチャレンジングなんですけど、はい、すごく本当に楽しいですね。はい、これ聞いてもいいですか、24時間で足ります？足りないんですよ皆さんどうされてるんだろうと思いながら第2子の後1年半育休を取られたっていうのは、はい、まあ、池田さんの中で大きい決断だったと思うんですけども。ものすごく大きかったですね、うん、まず第1子を産んでみてびっくりしたのが、子育てと仕事いけると思いましたいけるなんか諦めが肝心だなってのすごい思ったんですよ、うん、夜ご飯が目玉焼きでもいいんですよそうですよね、はい、楽しければいいんですよ。目玉焼きの後になんかトマトとかこう切ってクマさんとかやると子供喜ぶんですよなんでもう楽しんでしまえばいいやと思いました、うん、で仕事の方もやっぱり第一子を産む前は私がやらなきゃ、私だからできるってこう、うん、知らず知らずのうちについついこう私じゃなきゃいけないって頑張っちゃってたのがあると思うんですね、うん、でもやっぱそこが
両立をしていくっていう風になってから時間の制限、皆さんもおっしゃってましたけど、うん、帰らなくてはいけない時間があったり、子供が熱が出たら私が行かなきゃいけない時もあったり、うん、その中で優先順位付けだったりとか、チームで仕事をすることの大切さを学びました。うん、ありがとうございます。まあ、お子さんができたからこそ、その仕事の仕方だったりとか取り組むこう姿勢っていうのは変わってきますもんね。ありがとうございます。では2つ目のテーマに行きましょう。2つ目のトークテーマ、こちらです。感謝したい自社のあの制度ということで、4人の方がこれまでいろんな経験をしてきたと思いますが、自社の働きやすさについて中にいる人から見たらどうなのかということを具体的に伺ってまいります。3つご用意しました。あってよかったと感じる自社の福利厚生や制度、今の会社にあったらいいなと思うサポートや制度、そして最後にキャリアや人生を考える上での自分流のアドバイスは、この3つをお聞きしていきます。まずは1つ目、あってよかったと感じる自社の福利厚生や制度、教えてください。じゃあ日産自動車松山さんからいきましょうか。はい、私もあの子供 の, あの、はい、シッターを結構使ってるんですけど、はい、あの日産の中にはあの内閣府のベビーシッター券っていうのがあって、うん、まあ、一つの、まあ、チケットに対して2200円分補助していただけるっていうのがあって、まあ、それをもうだいぶ活用してます。まあ、なのであの結構そうですね、仕事がやっぱ残業があったりとか、うん、やっぱそのピーク時とかあるので、そういう時はやはりシッターを使わせていただく時に、やっぱそのお金を かけながら仕事も仕事であのせっかく稼いだお金が全部シッターに取られてしまうっていうところが、うん、そのシッター本当にやるやらないってすごい悩んでたんですけど、うん、そのベビーシッター内閣府の補助金があるおかげで対応することができるっていうことで、うん、あのもうフルに活用してます。あのちなみに見ている学生さんまだちょっとピンとこないと思うの で、ね、例えば1時間利用するとしたらいくらぐらい普通だったらかかっちゃうんですか。大体ちょっとその、まあ、そのシッター券をもう国がやってるんで、だいたいそこに合わせてくるんで、だいたい2200円以上。おー、なるほど。じゃあちょっとこう 2,3 時間預けようかなと思ったら、もう1万円くらい使っちゃうわけですよね。普通にかかりますね。だいたい私だと1万5000円ぐらいかかってしまうんで、それをあの、まあ、子供の数というか、まあ、ファミリーであのどのぐらい使えるっていうのがありますんで、まあ、それで1日だいたい子供2人だと8800円分ぐらいこう補助ができるんで、半額ぐらいになるっていう。なるほど。まあ、そうやってこうバランスよく、はい、まあ、しっかり仕事もしたいけれどしっかり子供も見たいっていう中で、はい、まあ、どうするかってなった時にいい制度になりますよね。うん、他には何か、あ、これいいなと思う、例えばリモートワークとかフレックス制とか、なんかそういった働き方でもいいんですけど、す、ね、何か思いつくものありますか。あのリモートももちろん今あの、まあ、コロナ少し第5類まで下がりましたけど、うん、あの今でもリモートワークあの やるっていうことに対してはあの会社としては否定してないし、うん、今でもあのそれをフルに使わせていただけるので、うん、まあ、子どもの、まあ、あの送り迎えが途中であの業務の途中で入ってしまっても、まあ、そういう時にあの一回帰ってで子どもを迎えに行ってでまたそのままあの家でやるみたいなことも、うん、もう全然そういうのもあのやっていくことができるっていうところですね。うん、じゃあこう松山さんもこうだんだんお子さんが大きくなりにつれてもありますけれども、はい、自分の中でこう両立するのはなかなかこうバランス取れてきたなっていうイメージありますか。そうですね、うん、だいぶ取れてきたなとは思いますね。やっぱりその手がかからなくなったっていうところで、それも、うん、はい、ありがとうございます。では隣野坂さんにも聞いてみましょうか。はい、いかがでしょうか。あってよかった自社の福利厚生制度。そうですね、あのちょっと松山さんとちょっと似てるんですけども、うちはあの育児費用補助制度というのがありまして、はい、であのそのベビーシッター代もそうですし、あとあの学童施設とかの、まあ、保育施設の延長料金っていうのにも使えるんですけれども、あとはあの病気になってしまった時 の病児保育代とかそういったところに活用できる制度があって、それがあの使った費用の9割を会社が補助してくれるという制度です。ので、まあ、そちらを私はあの松山さんもおっしゃってましたけれども、やはりあのピークの時にあのどうしても残業 したいっていう時にあのその延長料金を、まあ、自分で払うけれども、うん、まあ、9割は会社が補助をしてくれるっていうふうに考えると、まあ、あのそこまでっていうふうにパツって諦めなくていいっていうところがすごく、うん、
ありがたく使わせていただいています。あともう一つ、その制度が整っていても実際にそれをこう自由に使えるか、うん、雰囲気とかそういったことも大事かと思うんですが、そのあたりっていかがですか？それで言うと、もうある制度はどんどん活用していこうという環境がありますし、うん、私自身も育児経験者として、他のママさんとかにも、うん、パパさんにもこういった制度があるよってことをお伝えするようにはしてます、うん、やっぱりこうそこにもチームワークがね。あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ではお隣聞いてみましょう。三菱自動車の黒畑さん、いかがでしょうか？福利厚生。私はまだ子供が小さいので、うん、その子供向けの制度って使い切れてはいないんですけれども、うん、私個人で今助かったなと一番持っているのは帯同休業という制度で、はい、それ聞き慣れないと思うんですけれども、自動車業界すごく海外駐在とか、うん、国内の転勤も多くって、うん、で、そういうその配偶者が転勤になった時に辞めるか辞めないか、うん、ついていく場合辞めますかっていう選択肢になりがちだと思うんですけれども、はい、それを辞めないで、うん、一定期間休んで元のポジションで戻れるという制度で、うんうん、多分かなり前はなかった日本でもあまりなかったと思うんですけど、うんうん、今取り入れてる会社さんが多いみたいで、私たちの会社にもあってそれを使わせてもらいました。そういったような制度うちにもありますよみたいなことって、うん、あります。あ、なるほど、うん、まあ、確かにそのかつて、まあ、一昔前はというか、その旦那様がじゃあ海外行きます、うん、じゃあ私はちょっと辞めようかなっていうのが普通だった時代がありますよね、うん、そういった中では、まあ、どうでしょうか、黒畑さんは辞めるっていう選択肢もなかったですか？制度を知っていたので、はい、それを使ってついていきたいなって思いました、うんうん、なるほど。実際そうやって活用できてしっかり子育てもできてよかったですよね。そうですね、うん、ありがたく思ってます。はい、ありがとうございます。ではお隣聞いてみましょう。 UD トラックス池田さん、いかがでしょうか？はい、そうですね、私はやっぱりそうですね、在宅勤務がコロナ前からもうすでにみんな活用している働き方だったんですね、うん、はい、なのでそれも当たり前のように使えましたし、うん、あとはコアタイムのないフレックス制度を導入しておりますので、本当に何時から仕事を始めて何時に仕事を終えてもしっかりと、その例えば会議であったりとか、その時にやらなくてはいけない業務、やっぱそのピーク時とではない時ってありますよね。それとだったりとか、子どもたちの学校とか保育園のスケジュールに合わせていろんなものが組み合わせるのはとっても助かってます。例えばこうユニークに組み合わせた日って、例えばどんなスケジュールになるんですか、一日？朝起きて、うん、はい、まずまあ子どもたちを送っていって、で保育園の面談があったので、まず面談に行って、うん、はい、で下の子をそのまま保育園に置いたままお家に帰ってきて、少し在宅勤務をして、その後小学校のイベントがあったので小学校に行って、でそのままお姉ちゃん連れて帰ってきて、下の子も連れて帰ってきて、家で在宅勤務をするっていう日もありました。なるほど、これ行ったり来たりしました、ね、まあ大変ですけれども、はい、そうやってこう自由に働けるっていう制度があるのは、ね、まさにいいことですよね、うん、ありがとうございます。周りの方のこうサポート体制みたいな会社の雰囲気としてはいかがですか？とってもいいと思います。もう本当に男性でも、うん、フレックス使う方もいらっしゃいますし、うん、それこそ育児だけではなくて、ご両親の介護であったりとか、うん、あとは何らかの理由で通院されている方であったりとか、それぞれの一人一人のニーズに応じてフレックス制度であったり在宅勤務であったり、皆さん活用されてますね。うん、ありがとうございます。それでは次の質問いきましょうか。続いての質問です。続いての質問こちらです。今の会社にあったらいいなと思うサポートや制度は、ということで、今度はちょっと提言してもらうというか、こういうのも作ってよみたいなことなんですけれどもさあ、もしあれば教えていただきたいですね。松山さん、いかがですか？はい、野坂さんがおっしゃってた9割アウトしていただくっていうのがもう私、先ほどのベビーシッターの拡充っていうところをやっぱりもっと推進したいななんて思ってたんですけど、うん、いやまさにそれの延長線上ですよね、うん、いやすごい本田さんすごいなって思ったのと、はい、やっぱり そこ関連ですね、ファミリーサポート制度で、休暇が家族 の育児だったりとか、そういう結婚だったりとか、そういうイベントに対してお休みを取れるのが別にあるんですけれども、はい、それも、まあ、一応日産だと5日間は有給で取れるんですけれども、うん、
なんか そこももっと拡充してほしいって個人的には思ってたんですよ、うんうんうん、あなの でそこにさらにそのお金のサポートしていただける、うんうん、いや本田さんのすごいなっていや思いましたやっぱりその会社として制度を整えてからみんな使えるようになりますからね、うん、そういう意味で会社のこう理解というか、はいね、姿勢っていうのはとても大切ですよね、はい、本当にやってほしいです、はい、褒められましたが本田の野坂さんもし言うとしたら丁寧にありますか、はいはい、ありがとうございます。本田は結構あの制度が多分充実してる方なんだと思います、うんまあ、ただあの全てがですねあの育児に関するものは小学校4年生までって決められてるんですよ、はい、そこが結構私今下の子が小学校4年生なので、うん、今年いっぱいなんですね、うんうん、あのだから、まあ、ちょっとこの間豊田さんもあの、ね、時短勤務制度を拡充して18歳までっていうことができるようになったかと思いますので、うんうん、ぜひ本田もお願いしたいです、ね、言っておきましょう。ありがとうございます。ではお隣行きましょうか。黒畑さんいかがですか。はい、私たちの会社も結構あの育児関係は充実させてもらっているのでちょっと違う視点でと思ったんですけど、うんはい、あの他社さんあったら教えていただきたいんですけど、あの自動車会社なので、まあ、私が自分で買って持っている車とか、うん、担当している車以外にも乗ってみたいとか、うん、あとはこんな車いいよって人に言えたらいいなっていつも思ってるんですけど、うん、気軽にあの自分の会社の車をいろんな車を借りられる制度とかあの使える制度っていうのがなくて、でそういうのがあったらいいかなって思って、うん、いつも思ってます。どうですか、あるよっていう方。似たようはありますね、はい、あのいろんな他社さんの車を購入して、うん、であの、まあ、ワンデーとか、まあ、そう予約をしてあの乗って体験するっていうのがあります。自社だけじゃなくて、はい そ, うね、まあ、それでこう違いが分かったりとか。あ、そうですね。もちろんあの通勤とかに使うわけではないんですけど、はいはいはい、あのそういう勉強のためにっていうはい。で倉田さん今のいいですよね。いいですね、うん、プラスこうね自分の自社のものも簡単に乗り換えられる、ね、週末のお出かけに使ってみると分かったりすることがあるかなとか思ってます。いいですね、ぜひお願いしますそれでは最後に池田さんにも聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。やっぱりあの野坂さんのおっしゃってた金銭的なサポートって本当にありがたい、いくらあっても足りないんですよね本当に。なんかもう結局お金のぜひよろしくお願いしま す, そうですよ。あとはやっぱりあの今回あの収録する前に皆さんとお会いして、うん、あの裏の方でお話しさせていただいてた時に、あ、そうやられてるんですねとか、いろんなコツだったりとか、うん、あの毎日のスケジュールだったり教えていただいて勉強になるので、なんかあのUD トラックス内ではみんなで話したりとかもちろんするんですけど、うん、モビリティ業界内の他の働く女性の皆さんであったりとか、うん、働くお母さん方お父さん方の知恵であったりとかっていうのをもっとこう気軽に交流できるような機会があったら、モチベーションも上がりますし不安も解消されていいんじゃないかなっていうふうに思いました。いいですね。そうさっきね裏でたくさん盛り上がってましたから楽しかったです、まあ、そんな風にねそういう場が気軽にあればまたいろんなアイデアも出てきますよね、うん、ありがとうございます。それでは最後の質問いきましょうか。こちらです。さあそんな皆さんがキャリアや人生を考える上で自分流のアドバイスはと言われたらいかがでしょうか。先輩としてぜひねアドバイスいただきたいと思います。松山さんからいいですか。はい、あのやっぱ皆さん先ほどおっしゃってましたけれども、うん、やっぱり周囲の理解、あの周囲のヘルプを出すっていうのがすごく大切かなと思いますね、うん、あの入社の初めの頃は、うん、なんとなくこう自分でやってやる自分でできるものが多いんだみたいな感じのこう気持ちで、うん、多分入るあの方って多いと思うんですけど、結局だんだん徐々にやっぱり周りの理解だったりっていうところ、周りの協力っていうのがすごい必要なのかなと思ってます。で特にあの私たちあの子供がいると余計にやっぱその、 あの育児の方に対するあの時間を要するんで、そこのサポートっていうのを周りの人に理解してもらうっていうところで、うん、あのそういう周りに甘えていいんだよっていうところをあの知っといていただければなというふうに思います、うん、これはもう松山さんとかこう皆さんくらい働いてないと出てこないアドバイスですよねやっぱりこう自分でやりたいとか、うん、もう自分が先頭に立ちたいっていう思いをもちろん皆さん持ってると思うんですが、うん、意外と、ね、甘えてもいいんだよ。難しいですよね、うん、でも、はい、そんな松山さんがもしこれから挑戦するとしたら、もちろんこうどんなことでもいいんですが、うん、何か挑戦したいことってありますか。野望みたいな挑戦ですか、はい、具体的でもそのふわっとした感じでもいいんですけど挑戦なかなか難しいですね。それはあのお仕事で言うと、うんうん、やっぱ私は同期が多いので、はい、まあ、なるべくこう同期みんなでこう
日産をどんどん活躍させていこう、みんなで頑張っていこう、盛り上げていこうっていう気持ちがあるんで、うん、もうみんなでどんどんこう目標に向かってやっていこうよっていうことで、うん、もちろん役職も上がっていきたいねっていう話もあるし、もっとこう仕事で横のつながりっていうんですかね、はい、そういうのやれるといいねみたいな話をしてるんで、うん、まあ、できる限りこう人とのコミュニケーションっていうのを、うん、そうですね、最大限にやっていけるような中で、こうきっと日産もそれが日産ももっとより良い仕事の環境が作れたりとか、うん、もっと仕事に反映できることがあるんじゃないかなとは思っています。うん、はい、ありがとうございます。はい、では隣聞いてみましょう。はい、ホンダの野坂さん、いかがでしょうか。私はですね、やっぱり出産をするとき、育児休職に入るときっていうのが、なんか自分がちょっとこう悪いことじゃないですけど、なんかそういう気持ちになったというか、やっぱりこうちょっとこう、女性の先輩方が何人かいらっしゃったんですけど、私その3人目だったんですね。そのエンジン単体の試験ってやっぱり男性がちょっと少なかった環境もあって、でその中で2人とやっぱり比べられてしまうっていうところがちょっと自分の中できつかったところで、やっぱりすごく優秀だったし、その女性と比べて あなたはちょっと外れてしまったのねっていう、ちょっとこうそういうイメージを持たれた方も正直いらっしゃったと思うんですよ。でそういうところをやっぱり自分が気にしてしまってたりとか、そういう中でこう育児休職に入ったわけですけども、でもやっぱりその中でこう早く戻っておいでよとかっていう声もいただいたりして戻ってきて、やっぱり感じることとしては、なんかこうそういう、人も中にはいるかもしれないけども、自分の人生だし、それはもう自分で決めて、で自分しかできない仕事っていうふうに例えば思ってたとしても、そんなことないからって思っていてでそれって多分その時はそうかもしれないけども、ちゃんと引き継げば他の人がちゃんと育ててくれるわけだし、だそれは安心して自分のライフイベントを楽しんで、行けばいいかなというふうに思ってます。ちょっとこう力を抜けるようないいアドバイスでした。ありがとうございますでは隣行きましょう。黒畑さん、いかがですか。はい、私先ほどびっくりしたっておっしゃってた4年ぶりに仕事復帰した時に同じ部署に戻ったんですけれども、商品の企画の部門ってやっぱ細かくてすごい時間のかかる仕事する業務内容もあるので、それを今子供が小さいので私1日5時間の時短勤務をさせてもらってるんですけど、それとどうやってやっていくのかなっていうのは正直自分でもイメージできないまま戻ったんですけれども、今の上司が言ってくれたのはこういう仕事もあるし、ああいう仕事もある中で、黒畑さんはここが得意だからこれを時間でやってほしいと思ってるっていうことを言ってくれたっていうのが結構大きくて、私この中で自分が得意なところの5時間をこういうふうに使えばいいんだっていうようなところを上司もそういうふうに言ってくれたので、やっぱり自分が松山さんと同じような形で自分がちょっと悩んでることっていうのはきちんと言って、でその上でどういうことを会社とかチームが期待してるかっていうところをすり合わせるっていうことってすごい育児をしてるしてないとかに関わらずすごい大事なことだなっていうのを改めて思ったりして、で4年ぶりだったのでコロナより前に仕事を一旦休んで戻ったらもう全て世の中が変わってたんですよね。リモートとかなんとかってなってて、で会議でも自分がその顔を見てやってないので自分が何か言わなくても会議が終わっちゃうっていうのってあったと思うんですけど、やっぱりそこでも私って今こういうところでいいんですよねって確認したりとか、ここ悩んでるんですけどってやっぱ言っていくことって大事だと思うので、今の学生さんがもしなんていうんですかね、そのフェイストゥフェイスが少なくて悩んだりとかっていうことがもし会社に入ってあっても、そういうところはぜひ積極的に言っていくことで、なんていうか悩みすぎないでほしいなっていうのをちょっと思ったりしました。ありがとうございます。しっかりねアピールすることも大事ですよね。では最後に池田さんお願いします。はい、そうですね、やっぱりそのワークライフバランスだったり育児と仕事のキャリアの両立って絶対50-50は無理なんですよ。まずは諦める手放す受け入れる、でもそれが本当に大切かなって思ってますし、私が人生でモットーにしていることが自分の笑顔を守ること、それを大切にしてます。何かっていうと世間一般のお手本の人生を歩むんではなくて、これが正解っていうお母さん像を求めるのでもみんなに期待されてるような上司を目指すのではなくて、私でいいんだっていうのをまず受け入れる、私なりの
お母さんでいいんだ、私なりの社会人でいいんだ、私なりのマネージャーでいいんだっていうふうにしっかりそこに向けて真摯に対応していけば、子どもだって会社の人たちだって上司だってみんな分かってくれるのかなっていうふうに思ってます。そうすると多分しっかり甘えられるんですよね。頑張っちゃってるうちって多分みんなが助けようとして精を差し伸べてくれてもわーってしてるんで見えないんですよ、うん、ああでも私忙しくてってなっちゃうんで、じゃなくてこれが私って、だったら今できる精一杯をやろうっていう風に考えてやってます、うんうん、ありがとうございます、ね、皆さんの立場だからこそのアドバイスだなという風に感じました。さあまだまだ聞いていきたいんですが、そろそろお時間となりました。最後にですね、今見ている皆さんへ簡単にメッセージをいただきたいと思います。最後にじゃあ松山さんからいいですか。あ、はい、あのモビリティ業界はなんか敷居が高いようなイメージが結構あるかもしれないんですけれども、本当に分野が広いので、あの自分の何かしらの得意な場所だったりやりやすい場所っていうのがあると思うんで、皆さんあの臆せずに、まあ、まずモビリティ業界ってどんな業界なんだろうっていうのをあの見ていただいて、実際にいろんなインターンとかもあの見学とかはきっとあると思いますので、そういう機会を得てあのぜひモビリティ業界の仕事を見てあの考えていただきたいなというふうに思ってます。あの誰でもあの自分の得意なところとかあると思うので、あのぜひ検討していただければいいなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは野坂さんお願いします。はい、そうですね、そうですねあの私はですね、あの、まあ、理系のところから入って、でも今はちょっと違う部署にいます。やっぱり理系だけが活躍できるのがモビリティ業界ではないので、あのぜひいろいろあの悩んでいただいて、でまたあの会社のビジョンっていうのがどういうものがあるのかなっていうところもリサーチしてもらって、それが自分にこう腹落ちするようなところっていうのが見つかれば、そこがあの自分と合うところだと思うので、ぜひそういう観点も取り入れてあの就活していただければと思います。ありがとうございます。お隣黒畑さんお願いします。はい、私はあのお二人と違って文系で法学部出身なんですけれども、移動したりとか旅行したりするのが大好きで、何らか乗り物関係の仕事したいなってふわっと思いながら就活をしていて、あの面接などをしてたどり着いたのがあの今の会社になるので、まあ、そういったきっかけでもいいかなと思っていて、あの車が好きとか車に詳しいとかっていうことを求められる会社、まあ、そういう人がいたらもちろんすごいいいんですけれども、そればかりを求めている会社ばっかりではないので、あのそういう自分の好きなこと合うことっていうのをぜひ大切にして就職活動していただけたらなと思ってます。はい、それではお隣池田さんお願いします。はい、そうですね、あの私たちの仕事っていうのは世の中にあふれている当たり前を支えることのできる仕事だと思っています。例えば皆さんが今日起きてコンビニに行かれて、そこに大好きなお菓子があるとか、大好きな人に今日会いに行くことができる乗り物がある、そんな中あの常識なんか私たちの当たり前を支えることができる仕事ってとてもやりがいのあるものだと思います。あと今回あの一緒に参加されている皆さんもそうなんですが、多様に満ちているメンバーがたくさん働いています。どのような国籍、どのようなあの性別、どのようなバックグラウンドだとしても、一人一人がその人らしく輝くことのできる仕事がたくさんあると思います。ぜひ少しでも興味を持たれたら、私たちの会社に遊びに来てください。お待ちしています。はい、ありがとうございました。改めて皆さんここまでお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。さあ以上をもちまして、今回の番組すべてのセッションが終了しました。モビリティ業界に興味のある皆さんの仕事選びのヒントになっていれば幸いです。さあ本日ご出演いただいた各社ですが、説明会、インターンなど順次開催予定です。興味のある方要チェックです。さあそれではまた次の番組でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。